はい、どうも皆さんこんばんは、キンタンです。お久しぶりです。久しぶりです。ゆぐゆぐさん、トリアタフさん、読めない人、マサオチャンネルさん、宮崎アンさん、カテヤさん、ケイナオヤさん、ラムさん、ショウさん、ショウゾウさん、ムシズキレスさん、こんばんは。よろしくお願いします。初代動きます。初代だいぶ前にね、一回ね、まあいいや、その話もまああるとしましてですね、まあだいぶ久しぶりの生放送と、もう1ヶ月ぶりぐらいかな、もうだいぶ久しぶりの生放送になりましたけれどもね、皆さん元気しますか？金太はあんまり元気じゃないです。金太はもう最近ね、調子が悪い。はい、初代実況と聞いてということで、ライブでは初見ですと。あー、なるほど。奥本さんもこんばんはと。で、なんかゆうゆうさんがなんかアドバイスしてくれてますけど、まあこれも多分参考にしながら、ほとんど分かってないんで、分かってない中で、まあうまいことやっていこうということでね、本当に本当に序盤操作方法を知ってるぐらいしか、できないので、何度も死ぬと思いますし、何度もやられるとは思いますけれども、まあご付き合いいただければなと。ね、下も回っていないですけれどもね。ゆきまるさん、こんばんは。いつも楽しい動画ありがとうございます。ありがとうございます、こちらこそ。まあなかなかね、最近なんででしょうね、この4月に入ってからね、本当にそのだから、まあ数字的なところであったりとかね、まあその収益的なところであったりとか、本当に調子悪くて、もうびっくりするぐらい、もう本当金太びっくりしてんの。もう本当びっくりしてて、で生放送やってなかったのは、単純にちょっと何していいかわからなかったっていうのと、まあ動画に集中しないといけないなっていうことでずっとやってなかったんですけど、そろそろ生放送ね、何かして皆さんとちょっと一緒に、まあ顔をね、ちょっと顔は見えないですけれどもね、皆さんの顔を見てちょっとね、コミュニケートしていければなというふうに思ったという次第でございます。ごぼうさんこんばんは。なんたらさんこんばんは。アダムさんこんばんは。始まってたということでね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、続くかどうかっていうところに関してはね、ちょっとまだわからないんですけれど、まあ一回やってみないとね、わかんないっていうのもあるんで。あ、高評価ポチありがとうございます。高評価教えてください、よろしくお願いします。 GTA5 の解説始めるの、いや始めない。ごぼうさん、俺返信せんかったかな。ごぼうさん返信したんちゃうか、俺ツイッターでちゃんと俺返信した気がするけどな。イースターエッグだよって俺返せんかったっけ。あー、ちょっとわかりにくい感じだったね。ごめんごめん。GTA の話をね、ツイッターで聞いたのよ。いろんな人に GTA のこれ分かります、 GTA ってグランドセフトオートね、分かりますかって聞いたんやけど、それは今イースターエッグの解説をね、いよいよ作り始めてるのよ。で、まあそのイースターエッグの解説の台本がまあ大変でですね、台本作ってるだけやのにもう3日目と、いうことになってましてね、動画が全く上がってないということなんですけれども、まあその GTA のそのイースターエッグを確認するために、ちょっと連絡したと、いうことですね。ツイッターでね、聞いたと。この方がクラシック版ホールアウトするなんて信じられないですね。ありがとうございます。トパズさんもね、たまにコメントしてくれましたよね。金太先生に心の潤いを。いつも動画見てます、初代楽しみ。これが伝説の始まりの作品。そう、伝説の始まりですよ。今日もう一回始めよう。もう一回、何回でも何度でも始めよう。はい、ショムさん、初代気になります。ナイスキャップです。ありがとうございます。ほんと助かります、リアルな話。助かります、ありがとうございます。ホールアウト解説から来ました。初の生放送お邪魔しました。はい、ありがとうございます。だいぶね、久しぶりの生放送でね、ちょっと僕自身の声のボリュームであったりとかね、実況の進め方うまくいくか分かりませんが、まあ、ゲーム自体がね、うまくいくか分からないゲームですので、お付き合いいただければなと思います。はい、仕事中に見に来ましたということでね、バレないようにお願いします。はい、ナイスパナイスパッド。ごめん、通知が多すぎて。いや、そのごぼうさん大人気やん。通知が多すぎてとか言うてるよ、みんな。この人通知が多すぎてとか言ってるよ。はい、NCNC ということでね、で今回のね、生放送の流れというかね、どういう感じでやっていくかだけ説明先にさせていただきます。今回のホールアウト初代の生放送は、まあ、世界観もちろん大事にしつつではあるんですけれども、まあ、あんまりなんていうかな、なんていう、その、まあ、初代ホールアウトっていうもの自体がみんなからしたらもう物珍しいものやとは思うので、あんまり攻略というよりはやっぱこう世界観的なものをこういろいろ理解しつつ、戦闘とかは極力楽にこなしていきたいなと思っているので、あんまりそういう面での縛りは、設けませんね。ただ一応難易度はノーマルでという形で設定なども全て済ましております。で音量関係も一応確認してるんですけど、始まってから問題があれば言うてください。
レイダー PA さん、いつもありがとうございます。レイダー PA さんはですね、うちのメンバーシップの、PTA 役員の方でですね、まあ、PTA 役員の人はいっぱいいらっしゃるんですけれども、いつもいつもね、もうすごいスーパーチャットくれるんですよ。もうびっくりするぐらいありがとうございます。人過ちを繰り返すということでね、またレイダー PA さんも今過ちを繰り返しましたということでございます。何から何まで雰囲気違う。そうそう、全然違うからね。あ、でその先に、あ、まあいいわ。こんばんは、初代初めてで感激です。そうですね、僕も初めてです。そのどんな感じでやっていくのかっていう、で面白かったらほんまに毎日でもやろうかなと思ってますんで、買い物行こうかと思ったらなんか始まってると。おー、ナイスキャップ。あ、なおちゃんさん、ナイスキャップです。いつものぬかコーラ代金です。ありがとうございます。旧ハットリアカウントって言われても、もうちょっとあんまり記憶が朦朧としてますけどね。まあでもツイッターではしてるよ。 なおちゃんさん、その顔見たらわかるわ。あ、ツイッターにおるなっていうのはわかる。ただうちのツイッターではなおちゃさんのなおがなんか知らんけど、変な文字使ってるのか知らんけど、あの四角になってる名前がちゃやから、いつも俺ちゃって呼んでるわ。ちゃさんって呼んでるね。はい、NCNC 楽しむのが一番。しかしフォールアウト1のような古典的なゲーム、うまくいくことができますか？あまり操作が難しくて詰まる時もあった人々を何人か見たことがあります。トッパズさんね、トッパズさんはね、あれなんですよ、日本人の方じゃないんですよ。どこの人かわからないんですけれども、ちょっと言いたいこと伝わればなっていう感じですね。はい、序盤で諦めてしまったので、そうそう、序盤ほんましんどいよ。序盤しんどいよ、ほんまにこれ。はい、では台本もございませんが、一応ホールアウト1の、世界観であったりとかねっていうのがどういうものかっていうのをまず説明しておきましょう。ホールアウト1、初代ホールアウトは、カリフォルニア州を舞台としている、ホールアウトシリーズの初代です。本当に一番最初に出たホールアウトで、どっかの解説で触れれたらなと思ってるんですけれども、ホールアウトってもともとホールアウトっていう名前ではなかったらしい。開発途中で名前が変わったらしい。でその開発の前の名前は知りません、忘れました。はい、で、世界観としてはホールアウトニューベガスに非常に近い感じになってます。でなんでかというと、ちょっと逆説的ではあるんですけれども、ホールアウトニューベガスを作った人たちっていうのは、オブシリアンエンターテインメントっていうね、今で言うと、オブシリアンやったらアウターワールドとかね、を作った人たちなんですけれども、そのオブシリアンに在籍している人たちっていうのが、このホールアウト初代を作った、インタープレイっていう会社の人たちが多いの。だからそのホールアウトニューベガスも、ホールアウト1、2とかその辺の時代のやつもちょっと世界観がつながっているというか、そのまあ手慣れた人たちが作った、初代ホールアウトとかを作った人たちが作った、ホールアウト3をベースにしたカリフォルニア州を舞台、まあ、ネバダ州ですね、を舞台にしたのが、ホールアウトニューベガスであると、喋れてませんけれども、いうことになっております。なのでそのホールアウトニューベガスが好きな人は結構世界観的に近い場所はカリフォルニア州です。ロサンゼルスやったかな。はい、ちょっと詳しくは僕も今ちょっと覚えてないですけれどもね。はい、日本語化は、進んでおります。文字情報だけっていうのはちょっと分かんないですけど、あの音声はないので、文字情報、音声あったっけ。文字情報だけです、日本語化は。はい、初期段階のタイトルだったらどうなってたんだろう。世代で言うたら PS1 ぐらい、いやもっと前よ。だってプレイステーション1よりもっと前だと思う。いつやろホールアウトって。ちょっと待ってね、今ちょっと軽く調べるわ。初代、あ、でこのゲームね、キーボードの操作なので、キーボード音カタカタ鳴ります。あんまりうるさかったら言ってください。僕もちょっとキーボードを使ってゲームをするのを配信したことないので、あんまりうるさかったら言ってください。っていいかな。ちょっとウィキ見てみようか。いつ発売やこれ。あー、1997年やから、あ、プレステあったかも。プレステいつやろ。まあ今プレステの比較はええわ。あー、ホールアウト1ね。ちょっとわかんないです。ごめんなさい。まあ、あんまりこれ話してもしゃないしね。もともとはボルト13、A グープスなんたららしいです。はい、古田さんが言うてます。はい、焼肉定食さん、こんばんは。音声は一部キャラにあるけど、そっちはそもそも吹き替えなし。リアルタイムで初代みたいですが、76忙しくて、スパチャのみ、76忙しくて。レイダー PA さん、俺も76やってるよ。ありがとうございます。アーカイブでもやってるからね。見てください。ありがとうございます。はい、76のねメンバーシップもやらなあかんねんけどね、ちょっとメンバーの方ね、ごめんなさい、メンバーシップの動画ちょっと遅れておりますが、作りますんでね、ちょっと待っといてもらえればなと思います。はい、ちょっとだいぶ押しておりますけれども、そろそろ始めていきましょうか。お久々ライブですね。はい、ロメロさんこんばんは。 PS1 が94年発売ってことは PS1 よりちょっと後か、同じぐらいだね。はい、二次元操作こんばんは。二次元操作ね、最近メンバー入ってくれた人ですね。こんばんは、よろしくお願いします。二次元素って読むか知らないですけどね。マジでか、俺生まれてない。ホールアウトは3からしかプレイしたことないので楽しみですと。
TS は1994年、シリーズものの最初で番号ついてないの好き、ご苦労様です。はい、ありがとうございます。それでは始めていきましょう。そろそろ、BGM も佳境、ではないですが、この BGM 終わったら始めましょうか。あと1分ぐらいです。はい、すみません、大変お待たせいたしました。ちょっと最初はね、説明すること大変たくさんございますのでね、でこのゲームですね、始まったらわかんねんけど、まずフォールアウト3であったりとかフォールアウト4みたいな感じの、あんな楽しいっていうか、あのなんていう、ああいう感じのゲームじゃないので、世界観がフォールアウトの全然別のゲームやと思ってください。ただ SE であったりアイテムであったり世界観は一緒なので、まあ、そういう意味でも初代の雰囲気を楽しんでもらえたらなと思います。はい、じゃあ準備していきましょう。まずは録画どうしようかな。一応しとくか。録画忘れたらもうその時で録画やめようか。録画とりあえずしとこうか。はい、録画開始。でちょっとこれね、初代起動するとなんかはね、画面がおかしくなるのよ。デュアルディスプレイである起動すると、なんでなんやろね。もうそろそろ普通にやっていくよ。はい、すいません、開始まで1分。ワク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 。はい、じゃあそろそろ準備も終えて、大丈夫ですね。問題あれば言ってください。告知も終わってます。録画忘れるフラッグ。そう、録画な、いっつも生放送録画すんねんけど、録画すんの忘れた段階でもう録画する気なくなる、次から。はい、それでは始めていきましょう。お待たせいたしました、初代フォールアウトでございます。 BGM など問題があれば言うてください。あ、コメント見えますね。ちょっとコメントね、めっちゃ見にくいのよ。ちょっとごめん、コメントあんま追えないかもしんない。なんていうの、そのデュアルディスプレイ、あれ画面映ってねえな、ちょっと待ってよ。これコメントどうしたらいいんだこれ。あー、タブレット持ってくるでもあるけど、なんていうの、簡単に言うと、こうデュアルディスプレイってね、パソコン画面を左と右に2枚重ねて、左側の画面でゲームをして右側で配信情報とか見るんですけど、その右側の画面がなんでか知らんけど、初代フォールアウトを起動すると全部のタブが右にギュッて寄せられんねん。なんか知らんけど、初代フォールアウト起動すると、だめっちゃ右側にあるコメント見なあかんから、ちょっと待って、ゲームが起動しない、ちょっと待ってね。ごめんなさい、ゲーム落ちました。もう一回起動します。そう、ファーウェイ君が頑張ってくれないんですよ。名作だね、クリアまでやったよと。一応ね、二次元層ね。ごめんなさい、コメント極力読みますけれども、ちょっとはね、読めなかった場合は本当申し訳ないです。はい、じゃあやっていきましょう。これも消してね。はい、プログラムアーリーランニングということでね、ちょっとよくわからないこと言われておりますけれども、どういうことでしょうか。あ、もう起動してると。あ、どうぞ、早速オープニングです。Changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium,
For these resources, China would invade Alaska, the US would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of world war had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. はい、すみません、ちょっとお待たせしました。待ってくださいね。熱い。ちょっとね、どうしてもね、コメントが見づらいっていう、ごめんなさいね、オープニング全然俺見てなかったんけど、ちょっとあの、物音しててごめんなさいね。コメントがね、あまりにも見えないので、どうしてもね、フォールアウト1を起動するとなんかおかしくなるのよ、うちのパソコンの画面が。だからちょっとね、ファーウェイ君で見ます。今までね、横であの、ディスプレイの横で出してたんですけど、別であの、タブレット持ってきましたんで、これでコメントちゃんと見れると思いますんでね。せっかくな魔法剤からね。これでいいかな。さすがにね、コメント見れないっていうのは問題やからね。これで、今全く皆さんのコメント見れておりません。見れたかな？これどうやるんだ？はい、ごめんなさい。いっぱいコメントしてくれてます。来た来たぞ、言うてね。たくまさんこんばんは、KT さんこんばんはと。ジャスラック大丈夫ですか？いや、大丈夫じゃないです、多分。言おうと思ったけどね。最初の曲はね、多分ジャスラックアウトです。だからもう今回ちょっと収益化できないですけれども、そんな関係ないので。で、結構やっぱりね、そのフォールアウト、初代フォールアウトの段階で結構その、なんていうの？やっぱりああいう、なんやろ。ちょっとジョークというかね、その荒廃した世界であんな感じのラジオが流れてるっていう感じとか、あのコルベガっていうね、車の会社があったりとかね、もありましたし、こんばんは、ホールアウト1とは何だろう。ホールアウト1は一番最初のホールアウトです。で、このチャットの上位メッセージをこれ変更する方法どうやるんだ、これ。できなくなってるぞ、ファーウェイ君。ファーウェイ君おかしいぞ。これでいいのか？これでいいな？はい。では、ちょっとお待ちください。ちょっと環境がわけわかんないことになってるんですけれども。こうしたらいいかな？こうしたら見えるかな？はい、こうしたら見えますね。よく見えるわ、みんなのコメントが。もういいよ、オープニングは。オープニングはもういらん。さあ、ごめんなさい、お待たせしました。じゃあ、始めていきましょう。では、ニューゲームから始めていこうと思います。鈴木さん、こんばんは。そうそう、で、このキャラクタークリエイトが、こんな感じなのよ。これね、画面の真ん中にちょっと出てますけど、後で、あの、全画面になりますんでね。文字ちっちゃいけどね、これは許して。こいつがマックスストーン。ああ。で、このストレングスとかね、スペシャルもあるし、ストレングス10。横にね、途方もないとか、それなりとかなってますけど、こいつはストレングスがめっちゃ高くて、エンデュランスも高くて、アジリティが7。ああ、そこそこいい。で、他は全部それなりですね。ああ。アーブリカブリンさん、こんばんは。見てるよ。デフォルトキャラは癖が強いです。癖が強いのよ。不幸にも作業ロボットが頭から、落としてしまったため、誕生後知能の方は残念なことになってしまった。知能は、はい、で次。ナタリアさんですね。ナタリアさんがね、多分デフォルトキャラでは一番強い。と言いますのも、このね、アジリティがあるやろ。で、このゲームでももちろんバッツシステムっていうのがあって、そのバッツとは別で、アクションポイントっていうのがあるんですよ。まあ、後のホールアウトシリーズでも APAP って呼ばれるアクションポイント。それが、アジリティの数だけ、アクションポイントがあるの。だから、アジリティマックス10であれば、アクションポイントが10。で、例えば、銃を一発撃つにしても、アクションポイント使うんですよ。だから、銃を撃って4消費、銃を撃って4消費とかやから、アジリティが高ければ高いほど強いの。だから、アジリティ一番強い、こいつが一番強いと僕は思ってます。はい。そう、行動回数が多くなる。インベントリ開くだけでも、アクションポイント使うからね。はい。で、次が、この人は
ロサンゼルスのソ連領事館に勤務していたロシア人外交官の孫であると。ややこしいですね。優れた身体バランスと反射神経を誇り、その点に関しては天才と言ってもよいと。人々の持ち物に手を出すとどうなるかなかなか理解できず、それだけは幼い頃から苦労した。ああなるほど、人のものを盗んでしまうと。だからちょっと盗賊系のキャラやな。はい。で、アルバートさんかな、アルベルトさんかな、わかんないですけど、この人がね、一応初代フォールアウトの正史、正しい歴史、のキャラクターらしい。初代フォールアウトはこのキャラクターが主人公っていうのが一応正史らしいです。はい。アルバートは、外の世界で暮らすことを考えているグループのカリスマ的リーダーで、ボルト内では少数派ながらもきっちり意見は表明している。だから結構リーダーシップがある人ですね。リーダーシップのある人。これはコメントちょっと遅れてるな。ちょっとコメントラグありますね。っていう感じですね。アルバートさん、ナタリアさん、マックス・ストーさん、この3人で、アルバートがちょっと微妙やねん。カリスマ高いねんけど他が微妙やねん。ということで、この右下じゃないか、左下見てください。これクリエイトキャラクターってあるでしょ。これがカスタムキャラなのよ。だこれでキャラを作ります。これが言ったら、キャラクタークリエイト。ただこのキャラクタークリエイト線型、さっきのキャラの中から選ぶ感じね。ということです。では、キャラクターポイント5あります。ストレングス、パーセクション、スペシャルですね。ありますけれども、まずはアジリティ10ですねでラックはそんなにいらないに下げて、うん、でもカリスマも欲しいのね。多分ね、会話の選択肢で結局カリスマいるから、ストレングス、パーセプション多分いんねん。エンデュランス1個下げて、でもインテリジェンスも欲しいな。インテリジェンスね、経験値、レベル上がった時の経験値に関係するの。インテリジェンス結構如実に関係するらしいんで、インとはあんまり下げたくないな。デフォキャラ基本使わない。ゲームを左右する。そう、ゲームを左右するんで、あんまり適当なことできないの。このゲーム、キャラクタークリエイトミスるとマジでクリアできんから。マジでクリアできん。特徴の神風。特徴の神風は？特徴の神風。あ、まあいいや。まあこれ読んでてくださいね。パーセプションに上げてカリスマ。いやでもカリスマ5ありゃええやろ。パーセプション8。すごいって書いてある。すごいって書いてある、ここ。すごいって書いてるよ。途方もない。神風。はい。で、神風。で、この特徴っていうのが、一応ね、始める前に、クリア、すごいって書いてあるね。クリアすることを前提にしてるんで、一応攻略サイトも見てんのよ。ガンガン見ていく分からんことはね。攻略サイトも見てんねんけど、特徴はね、基本的にいらないらしい。いらないらしいです。特徴は入れると、言ったらデメリットも、なんか、フォールアウトニューベガスでもあったやんか。デメリットあるけどメリットもあるみたいな。あれの感じで、これ入れないこともできるんで、入れなくてもいいんだけど、ていうか入れない方がいいらしいんだけど、ちょっと一応見ていこう。ファーストメタボリズム。代謝速度が通常の倍ある。このため放射線は毒に対する抵抗力は低いが、HP の回復は早い。そういうことですね。はい。ね、これ。ブリーザー。動きは鈍いが体はたくましい。アクションポイントが減少する。アクションポイント下がるなんていらない。はい。で、スモールフレーム。他のボルト住民に比べると小柄だが動きは素早い。荷物を多く持てない代わりに身のこなしが軽い。ああ、だから所持重量が下がるけど、回避率上がるみたいな、そんな感じかな。そう、デメリットが結構厳しいらしい。一応文章だけ読んで取らんとこか、これ。な。運が低くて銃が、一足も合わないと、ちょっとトパーさん何言ってるかわからないです。ワンハンダー。利き腕のみが非常に優れており、それに頼り切っている。片手武器の扱いに、だから片手強いけど両手弱いと。フィネ、ちょっとね、微妙に日本語なってないところもありますけどね。あ、それ改めてやんけど、さっき選んでた、まあ、このキャラクターもやけど、さっき選んでたデフォルトキャラってのはみんなボルト13の住人やからね。その中から一人選ばれて物語が始まるからね。はい。年齢とか変えれるのこれ。あ、年齢変えれる。年齢どうしよう。年齢じゃあ、俺の年齢32歳。32歳で。32歳。あ、名前も変えよう。キンタン。キンタンです。キンタン32歳。男。よろしくお願いします。神風。で、神風が、危険というものを一切顧みないため、非常に素早く行動できる。アーマークラスは装備品のみの値まで下がるが、戦闘ターン中のシークエンスは速くなる。シークエンスが速くなるってなんなんやろな。
何なんだろうな。はい、ヘビーなんたら、一撃重いが力めさから、クリティカルはめったに出ないけど近接ダメージは長寿。クリティカルめったに出ない、クリティカルって使うのかな、上げといた方がいいんかな。クリティカルもこれ年齢ですって、年齢ですっては変わらないの、多分年齢ですっては変わらないの、変わらん変わらん、年齢ですっては変わらん。はい、ファーストショット目にも伴う早打ちのため特定の部位を狙って撃つ余裕がない。武器使用時のアクションポイントが、え、あ、なるほど、その狙い撃ちができなくなるけどアクションポイントの消費が減るんだ。でもこのゲーム狙い撃ちめちゃめちゃいるらしい。なんか最初誰かもコメントしてくれてたけど、基本的にこのゲームはパーセプションとアジリティを10にして敵の目玉を狙うゲームらしいですだから狙うのは大事みたい。あ、出た、ボディミス、ボディメスか、運命のいたずらと言うたこれあったね、ホールアウト4のパークでも。身の回りにいる人が残虐かつ無残な形で死を迎える。おかげでこれ以上ない最悪な死に様を常に目撃する羽目になる。何それあかんやろ、それ NPC 死ぬってこと。はい、ジンクスド、戦闘中付近にいる者は皆致命的なミスを犯しやすくなる。ご愁傷様ではあるが君自身とてその例外ではない。完全にデメリットやん。ブラッディメスかな、ブラッディメス、これフォールアウト4では、フォールアウト4やったかな、単純にダメージが 5% 増えるやつあったね。はい、グッドナチュアード、ごめんなさいね、戦闘とはあまり関係のないスキルを学んで育った戦闘スキルが低い代わりに、ファーストエイド、ドクター、スピーチ、バーターの各スキルがかなり高い状態です。あー、他のスキルが高いってことか。いやでも戦闘大事やしな。チェムレジスタント、薬物の効果が持続する時間は通常の半分となるが中毒になる可能性も半分である。いや微妙やな。ナイトパーソン、夜型人間、すなわち日が暮れると元気になるタイプだ。インテリジェンスとパーセプションが夜間は向上するが日中は低下する。いやスキルド、技術の向上に努力を惜しまなかったためいいスキル値でゲームを開始できる。いいやん、その代償に追加能力を得る機会は減る。付加能力を獲得できるのは4レベルごとになる。なるほど。はい、最後、ギフテッド、生まれつき人より多くの才能に恵まれているのでスキルを磨くことに時間をかけなかった。全基本属性値プラス1、スタート時の全スキル値マイナス 10%、 レベルごとに、いやもう全部取らんでいい、全部あかんと思う、全部、そう、被弾がきついのよ。そう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 。はい、では次これですね、これタグスキルって呼ばれているもので、ごめんなさい、タグスキルが何なのか僕は知りません。ただ、フォールアウト3とかニューベガスイメージしてもらったら分かんないけど、それと同じです。名前も一緒。ビッグガン、スモールガン、エナジーウェポン、アーマードとか、メレーウェポン、なんだらかんだら、スピーチ、バーターとかね。なんですけれども、これ3つ選べんねんけど、まず、スモールガンと、何やったっけ？エナジーウェポン。この二つは取っといた方がいいらしい。最初に教えてくれた。3とかのあれ。そうそう、3とかのあれ。まず、初期で伸ばしたい。ああ、そういうことか。スモールガンとエナジーウェポンは伸ばした方がいいらしい。まず。で、他やな。なんやろ。まあでも回復とかもね、めっちゃ大事なのよ、マジで。でもなんかどっかでね、このファーストエイドとかはあんまり意味がないっていうのを見た気がすんの。でも本当にね、回復は重要。ロックピック。正しい鍵を使わずに錠を開ける技。いやでもこういうのも欲しいよな。ロックピックとかハッカーとか欲しいよな。リペアどれぐらい重要なんやろな。三能だとリペア。そうやな、そうやな。こんばんはです。はい、コーヒーブレイクさん、こんばんは。いやちゃちゃっと言ってみ、いいかいも。ちゃちゃっと言っちゃっていいかいも。ロックピックにするわ。単純に。腐ることはないやろ。はい。いきますよ。オープニング2回目。完了。金丹32歳。GO! Hey, you're here. はい、こんにちは。We've got a problem. A big one. The controller chip for our water purification system. 浄化システムの設置が。マジで？ウォーターチップ？同じチップの製造は不可能。そしてバックアシステムではとてもじゃないが処理しきれない。簡潔に言おう。もうじき飲料水が枯渇してしまう。なんてこった。水のないボルトに未来はない。皆の命に関わる由々しき事態なのだよ。
率直に言うが、頼れるのは君しかいないと思っている。カイの制御チップを探してきてもらいたい。ボルトの水が尽きるまで残り4、5ヶ月と見ている。頼んだぞ。別のボルトがある位置に一つ印をつけておいた。取り掛かりとしては悪くないはずだ。まずそこ行けと。どうか無理だけはするんじゃないぞ、いいな。無理無理、違う人にしてよ。無理すんなとか言いながら生かすんかい。おー、わお。開いた開いた。この扉の形もね、後の作品に受け継がれてるからね。ああ、言ったらこれを再現したんがフォールアウト3とかやからな。こう見ると似てるよね。これフォールアウト3でもあったもんね、これね。ああ。扉が開く。ありましたね、これもね。一緒なんやな。せやな、一人よりみんなで行った方がいいよね。すごい重量感のある顔。外行くのがだいぶ無理。わあ、そう、洞窟の中にあんねん。さあ始まるぞ。操作思い出しながら行きましょう。はい、ごめんなさい、早速でございますが、ゲーム画面こんな感じになっております。でね、まず画面の説明。このカーソルを上とかに動かすと、このマップの全貌が見れます。こんな感じでね、バーッと見れます。でその辺に歩ってるこいつらは多分ラッドラットかのネズミがたくさんいますけれども、まずこの下のこれがすごい重要なんですけど、まだ俺も全部は理解できてません。まずこれは、情報が出ます。いや、その何々があるとか、何々が死んでいるとか、体力がどのぐらいだとか、その人と会話したログであったりと言ったら、これがログです。何をしていたっていうログですね。はい。シマリさんこんばんは。で、この下のここが武器です。今ね、アームドって書いてますけど、これが言ったら近接、ただの武器、あの殴り状態ですね。あ、そうそう、フォールアウト1は最初言ってた通り時間制限があります。150日間、150日を過ぎるとゲームオーバーです。これほんまに。だから一応急がなあかんねんけど、でも普通にクリアするためには大丈夫、150日あれば普通にクリアする分には間に合う時間やと言われてます。はい。で、まあ、マップであったりとか見れるんですけど、まあ、これっていわゆる、ローカルマップですね。で、この CHA っていうのは、SK ですね。CHA はキャラクター、さっきのやつね。で、PIP っていうのはピップボーイ。まあ、これでステータスとかも見れますし、今の現状を見たりとかね、オートマップとか、なんたらとか、クローズとかね、いろいろございます。で、重要なのがインベントリー。これね、I ボタンでもいけるんですけど、インベントリー、これですね。これが今持ってるものです。渡されたのがね、まずこれ、ちょっと操作面はね、俺の操作は細かく言いませんけれども、これなんだ？これ何？フレア。短い間、光源となる。包み紙は少しくたびれているが、状態はいい。先端をひねれば明るくなると。まあ、粉も使えると。これがステム。回復剤。注射式で軽い怪我なら即座に治ると。これ形も一緒やね、フォールアウトの他のとね。で、これ銃の弾ですね。10ミリ。で、これが10ミリピストル。コルト6520 10mm 自動拳銃。マガジンに弾が残っていればトリガーを引くたびに自動装填されると。単発式ですね。でこちら、ナイフかな。切ったり刺したりできる鋭い刃物。これが、錠前師のツールセット、ああ、ロックピックか。一つだけですね。はい。じゃあとりあえずこれ、あ、待って、こうか。まずどうしようかな。命中率があんま高くないから。でもね、レベル上げたいから敵は倒したいね。とりあえずこれでいこっか。はい。で、武器の切り替え何やったかな。あ、これか。これで武器切り替えれます。このボタン。これでね。はい。とりあえずナイフでいこうか。で、この、まあ、6マス6マスみたいな、こんな感じの、ここ移動していくんですけど、敵に近づくと勝手に戦闘始まります。はい。じゃあ早速このネズミちゃんいこうか。ネズミちゃん。ゴー。はい。はい。で、攻撃された。避けた。受けてないわ。あなたは2ポイントのダメージを受けたとかね。で、ここで言ったら、これを変えて、これで殴る。で、58% ってなってる。これが当たるかどうかってこと。命中率。弾の概念はさっきの、あの10ミリ弾ね。いけ！当たってない。この下の AP 減ったやろ。これね、俺、AP アジリティ10やから10個あるけど、これ例えばアジリティ5やったら5個しかない。っていう状態。
だから一応この近接使うと3つ減ったやんか。だからまだ殴れる。まだ殴る。まだ俺のターン。まだ俺のターン。あ、終わった。で、これで終わり。で、次の相手のターン。あ、いける。またいけるぞ。あ、くれ。倒した。まだや。もう一発。おっしゃ、倒した。はい。で、アイテムあさったりとかもできると。まあ、何も持ってないけどね。はい。っていう感じです。AP 厳しい。そう、細かいのよ。そう、効果音この時から一緒なの。あ、コナンさんナイスキャップですよ。金丹先生、タバコダイヤ受け取って、ありがとう、受け取った。助かる。助かる。いつ倒していこっか。でもね、あんまりナイフでこだわりすぎると、後々困ったりするね。まあ、ええわ。とりあえず行こうか。ナイスキャップです。はいし。恋ネズミ。恋ネズミやろう。じゃあ。これ HP ね、ちっちゃいけど。これ HP ね。26今。これ HP ね。やあ。あ、一撃や。あれ俺さっき武器持ってたよな。あ、でもなんかあっちもいけんな。こっちなんかあんのかこれ。ネズミ。これ先制攻撃とかできんのかな。いやいや、敵いすぎやろ。これ全部相手する必要あるかな。いやいや、よし。ちょっとこれ先行こうかも。ちょっと先行こう。ちょっとネズミさんちょっと全部倒してると長いわこれ。見下ろし新生やね。この BGM 懐かしい。俺まだあんまり BGM 知らんけどな。いや。すんごい地味でしょ。あ、一発も当たれへん。スクエークって言ってるよ。一発も当たれへん。いや。早く外出させろ。早く外出させろ。全然当たれ。全然、ああ、1ピ減った。うわ、もう18や。まずい。これ、道中でも敵出てくるからね。いやー、よし。スティムもちょっと節約せながら、ちょっとさっさと行こうか。ちょっとネズミさん、ちょっとこっちにもおんねんけど、無視して、ちょっと、こっちもおんねんけどね。なんか、それ取れそうやんな。動物の白骨の大きな山、あなたは全部動物の骨だと思う。なるほど。初期が一面でしょ。ここからアクション RPG になるの革命や。ほんまやな。よう作ったよな。ちょっと出ましょう。でもこれ待機とかできひんのかな。 HP 回復したいな。ワンの BGM はベガスで使われてるから懐かしくて。なるほどね。どうしようこれ途中でさ。てかこれセーブとかなかった。セーブあるな。セーブしとこうか。完了。説明完了。セーブした。セーブした。ほんまにした。今してるな。よし。一応、回復しとくか。これをこうして、こうして、こうすると使える。18が ?28。あ、マックスかな。あ、オッケー。一応回復しとこう。この辺のね、細かい知識ある人教えてほしいんだけど、教えてほしいんだけど、おったらね。当時は画期的なゲーム。そうそう。で、なんでマップこんなことになってんの?おかしいよ。なんで?あー、なんとなった。で、ボルト1号やんな?これがどこ?あー、向かってるわ。右側にあんのかな?てか、ちょっと待って。ちょっと一旦止まって、君。ちょ、止まって。そうそう。これ、マップってこれ、あ、動かせるわ。ボルト1号、あ、これか。今やったら、この広大なマップの、広大なマップ、これ下にもあんねんね。下にもあって、左にもあんねんけど、広大なマップの右側に、今一応、最初言われたボルト13っていう場所があるから、そこ行けと。あ、そうそう。で、物語は最初、オープニングでも言ってた通り、ボルト13に住んでいた主人公が、ボルト13の、ウォーターチップが壊れたということで、水がなくなってしまうから、そのウォーターチップをあなた一人で探してこいと、言われて、外に出るのが始まりです。はい。今それを探しに行ってる感じですね。いやー、じゃあ行こうか。ボルト15、ゴー!これね、途中で出会うのよ、なんか。でも、その時点で、ラッドスコルビアンとか出たらもう終わりやねん。ほんまに終わり。あ、待って、なんか今あったよ。ちょっと待って待って。ちょっとストップストップ。これ何よ。ここ置いて。あ、なんか普通にこんな感じでいけんねん。これ何、これ何、これちょっといいや。はい。あ、シェイディーサンズやって。シェイディーサンズへようこそ。よその人、滞在中は武器をしまっておいていただくよ。あ、そう。話できる。はい。ようこそ。私はセスと呼ばれている。何か力になれるか。おうおうおお。情報が欲しい。情報何について知りたいんだ。
あ、古田さん、ようこそ、ご入学コースへ、よろしくお願いします、これからも。集落だ、のしの NCR、そうですね。NCR の、言ったらこう前身というか、NCR になっていく、一番最初の街ですね、シェイリーサンズ。まさかワンが始まるとは。ドルイさん、こんばんは。この街について、シェイリーサンズはのどかな集落だ。ここは自前の灌漑設備があるから、自分たちで食べる分は栽培できている。レイダーや、ラドスケ、いやいやいや、ちょっと飛ばさないでよ。ラッドなんたら言ってるよね。これか。ラッドスコーピオンや。ラッドスコーピオン、おったおった途中で。ラッドスコーピオン出たったら、まず勝てないからね。ここに移住してからというもの、ずっとラッドスコーピオンどものが村のブラーミンを付け狙って、ブラーミンってバラモンね。奴らは囲い入れまいとして毒に侵されているものが毎日、ちょっと、マジで一時停止してくれんかな。普通に流し読みする分にはいけんねんけど、読まないとみんな理解できんやろ。これ戻れへん？何？なんかできんかなこれ。こうやってなんか、今話してたやつをちょっと戻すってできないっすか？困るな、今の。なんかこれ設定でないかな？会話スピードでちょっと設定後で変えよっか。ちょっと、ちょっと一旦。あったあった、いけたいけた。これや。できたできた。先週弟のジャービスが奴らの手にかかった。ラッドスコールビオンにやられたんや。村医者のラズロが全力で解毒剤を探してくれている。なあ、私たちを助ける手立てもあるんだったら、オサのなんたらと。マジで助けれんの？ラッドスコルピオンに困ってるらしいですね。でもラッドスコルピオンは俺は無理やからな。ラッドスコルピオンの洞窟まで連れて行ってくれ。いや、もう絶対無理やもん、今。ちょっと今はやめとくわ。この街について知りたいよ、さっきのやつか。レイダーね。はい、フォロワーともやってますよ。レイダーのことを知りたい。レイダーの手段いくつかある。私はイアンのようなガードをまとめて、南東にレイダー集団がいるんだ。南東。なるほど、方角とか教えてくれねんな。音完全に聞いたけど。できた音。音ほぼないね、これね。で、バーターってありますけど、売ってんの？売ってるわ。うわ、これどういうシステムこれ。キャップとかねえの？物々交換これ、もしかして。物々交換か。できればタクティクスまでって。うわ、これ何？これ何これ。ボトルキャップだ。ボトルキャップやん。そっか、俺キャップ持ってないのか。なんかボトルキャップを手に入れないとダメなんだ。これは？ロープだ。ロープか。ロープなのか。これ、例えばこれ。これ、例えばこれ。こうしたらどうなのこれ。これ、1個移動。1個ドン。75ドルやって。いや、でもこれ売れへんしな。いや、いいわ。何ちょっとよくわかんないですけど。てか、戻せよ。どういう感じなのこれ。発煙筒1個だけ売ってみようかな。発煙筒1個だけ売ってみようかな。発煙筒いくら？ 35 ドル。高っ！発煙筒高っけ。10日のアイテムか、キャップと交換なんや。バータースキル知られやすくなる。じゃあ、キャップちょっとちょうだいよ。キャップ全部。どう？42。なるほどね。だから俺が選ばなあかんのか。そっちで選んでくれや。だこれやったら35もらえるのか。1キャップ1ドルな。はい。ドン。7になっちゃったよ。なんで？35戻したんか。ということは、26かな。間違えた。2個。これで一応キャップもらえるのね。キャップ手に入れとこうか。エネラさんこんばんは。じゃあこれで、ドーンしていい？あれ、もしかして終わった？なかったことになった？なかったことになった。これがオファーか。もうめんどくせえや、もういいわ。後でいいわ、もう。そう、システムになれなかねんな。テルミーアバウト。何だ、テルミーアバウトって。何それ。どうしよう。どうしよう。サンキュー。Never heard of it. もう帰っていい？はい。ロープ役に立つんや。こいつ何こいつ。これは？こいつについて知りたいよ、俺は。こいつ何？犬、おそらく雑種。見たところ無傷って。
3までと違いすぎず。お前は元気？あ、元気元気。1年のうちでも今頃のブラーミンは本当に酔うな。臭いんや。会話できる？まだまだ考えを大きくしないとね。農業やってんのね、ここね。遠目にグールにしか見えんけどな、こいつらな。そやね、先生の英語力ですね。君は？うるさい。あとお前。ブラーミンバーガーない？ブラーミンバーガーって。君は？うるさい。よそ者と話すことはない。ブラーミンバーガーない？話すことないんちゃうんかい。ああ、ちょっと広さ見ようか。どんな感じ？ああ、こんな感じ。でもこれで終わりちゃうよな。もっと上もありそうやんな。ここ入ってみる？どうも。こんにちは。これ全部細かく一個一個見なあかんちゃうんか、もしかしてこれ。これ例えば本棚とかこれ、調べれんの？本棚を探った。あった、これ取っていいのこれ。取っていいんかなこれ何？取っていいのこれ。これ何？スカウトハンドブックやって。これもらおうじゃあ。ありがとう。何スカウトハンドブックって。壁だ。壁だ言われて。あ、セーブせな。セーブな。はい。ここにセーブね。完了。はい。自分でデータとか書けんねんな。スタープ。え、大丈夫よな、さすがに。コンロだ。これ全部書いてくれてるの、これ。よくできたテーブル。手作りだが、あなたが前に見たどのテーブルよりもずっとよく見える。戸口だ、テーブルだ。いろんなこと言ってくる。ベッドだ。何でもかんでも言うやん。窃盗に、だからロックピックかかってるやつとか、だからその窃盗かどうかの判断っていうのもどうなってんのかなって話だよね。だからさっきのあれ何？これ細かく見れへんのか？偵察の手法と理念について書かれた本。野外生活する上で実際に役立つ内容。これもしかして使える？使えんじゃん。あ、荒野で生き抜く術をいくつも学んでって。はあ、これ多分今、サバイバルかなんか上がったんちゃう？ちょっと見てなかったけど。スキル本やな、これな。君はそれを取ってもいいし、取らなくてもいい。スキル本や、多分。しかもなんか明るくなった。明るくなった。スキル本や、多分な。スキル本は時間経過。あ、なるほど。本を読む時間が経過するんや。ああ。でも確かにホールアウト3とかでそんなんやったら時間なんぼあってもな。毎回ロードハザーマーク行くんから。じゃあねって、まだ出会ったばっかや。君は？基本的にこの辺のやつは話してもあんまりやな。ボイラもびっくり。どうも。あ、人いる。こんにちは、君は？お、私がラズロだ。あ、この人医者、お医者さんやね。治療してほしいのですが、毒が毒が。すまない、毒の治療は無理だ。まともな高毒血清を作ろうにもそのための材料がないんだ。完了。終わらせられたよ。ああ、どうも、ちょっと言っただけです。あえてよかった、それじゃな。ああ、だから、治療してくれたりとかもすんのな。治療ってちなみにいくらぐらいすんのやろ。治療してほしい。まあ、そうだろうね。見てみよう。ほぼ無傷だな。夜ゆっくり寝て休養を取るという時間が経てば自然に回復するぞ。ありがとう。あんたは？どうやらお困りのご様子、手をお貸ししましょうか？治療してほしいのですが、夫のラズロなら力になれます。直接聞いてみてください。ああ、ありがとう。こんなん取ってもええんか？自分ら。なあ。こんなの探った。私のものを持っていかないでくれるかな？すいません、本当に。慣れてなくてですね、このゲーム。ごめんなさい。ちょっとよく見えないですけど、あなたの顔も。すいませんでした、本当に。やっぱ人がおらんかったら大丈夫ってことか。配信お久しぶり。そうですね。ひまじいさん、こんばんは。配信はお久しぶりですね。これ入れる？うわ、広い、またこれ。酒場かなんかか、これ。君なんか怪しそうやな、お前。Greetings. Wow. Your business in Shady Sands might be... びっくりした。誰やねん、お前。いきなり。なんか喋ってありますね。西にある小さな村から来ました。探索しているだけです。危害を及ぼすことはありません。なぜそのようなことに関心が？理由は明かしません。西にあるボルトのものです。住民は飲料水不足で死に瀕しており、生きるために水質浄化チップを発見せねばなりません。どんな喋り方やね。全人類を破滅から救おうとしているのですよ。シェリーサンズ、なんと道に迷ったか。すぐ出ていくよ。いきなり出てきたな。ほんまのこと言おっか。ほんまの、ボルトのものです。チップを探さないといけないんです。ワンダラー。
I shall believe you. Wanderer. For now. あなたを信じましょう。今のところは。シーリーサンズに入ることを許しますが、一挙手一投足が監視されていることを忘れなきように。お前の名前は ?What's your name? どっかに書いてない What? あなた誰あなたの名前がわからない。あなたは誰ですか喋る前にやったんかなあいくつか質問してもよろしいでしょうか What do you wish to know? あまあでも多分偉い人、村長さんか。なんか偉い人っぽいですね。偉い人っぽい。この辺りにある町のことを教えてください。最近この辺り、調子どう、あ、そうです。ラッドスコルビオンの大群に家畜をやられています。どこから来るのか見当もつきませんし、いくら殺しても尽きることなく湧いてくるのです。そしてとうとう住民まで襲うようになりました。ラズロが解毒の術を探っていますが、どうなることか。あ、こいつがアラデシュ？わお、アラデシュっつったらあれじゃないよ。え、アラデシュって NCR の初代大統領じゃんの。なあ、娘さんもなんか大統領になったのみたいな。アラデシュかこいつ。ボイス結構あるやろね。左下に出てない？左下に出てどこ、あ、これか。これで出る？あ、アラデシュが書いてある。これか。アラデシュや。ドン。大物やな。なるほど。だから今多分、でも今はまだ村長みたいな感じやろね。ああ。だこの後 NCR としてでっかく発展していった時に大統領になるんちゃうかな。娘さんやったな、今の挙動。今の挙動なんや。娘さんが大統領やったっけ？この人も大統領ね、確か。はい。紙幣に書かれてるでしょ。そう。賞金を出してくれれば手伝う。じゃあそいつの苦情を手伝いますよ。ああ。まあ。ひどい話ですね。苦情手伝う。今すぐじゃないけど、手伝いますよ。Yes, please. ラズロと話してみてください。この生き物に関しては彼の方がずっと詳しいですから。あ、そう。ありがとう。Greetings. ちょっと質問させて。この辺りにある他の町のことを教えてください。ジャンクタウンはここから南に行ったところにあります。行く手を遮るものはほとんどありません。伝え聞きではありますが、そのさらに南にも町があるのは間違いありません。へえ、ジャンクタウンっていうのがここから南にあるらしい。ありがとう。今のうちに恩を打っとこう。そうやな。わかりました。あ、え？あ、で、タンディーや、タンディー。娘。娘のタンディーも確かそうやね。ああ、この辺のがなんかないかな。じゃあねって、もうカエルみたいに言われてるよ。まだ喋るよ。カエルみたいに言うな。まだ喋る。君は？昨晩もまたラドスコーピオンにやられた。あ、そう。君は？忙しいからおしゃべりしてる暇ないよ。食事の用意を済まさないとね。帰ります。こんばんは。あ、ネギンジュさん、こんばんは。ちょっと、え、誰だっけ？あんた？何だっけ君？ラズロか。ラズロさん、ラッドスコルピオンについて何かご存知ですか？あまり多くは知らないよ。見た目は北米にいるエンペラースコーピオンの異常に大きい版だね。私の医学知識に反してその毒は強さを増している。弱まると予想していたのだが、セスが飼ってくれる、セスが飼ってくれているおかげで分析もする。あ、だセスってやつが倒してくれてるには最初喋ったやつな。立派な教育を受けられたようですね。ここで何を？ジャンクタウンのドックモービッドから教えてもらったこともある。石造りの小屋に住んでいるからといって知性も教養も取るなんてことはないんだよ。それじゃな。ちょっと消えてるやん。え、ちょっと消えてるやん、ラズロ。なあ。ちょっと怒ってるやん。煽ってないか？スキル本でそんなの。ああ、ゴミ待ちのバカな商人な。あったと。これ何？この柱はシェイディサンズ広場に飾られている。柱に記された話は人々に希望と平和を思い出させる柱だ。これ多分これで見れるんでしょうね。あれ？なんかログみたいなのなかったか？これってどうやったら拡大できん？ああ、上と下であれできんのか。ああ。なるほどね。この上入ったかな？オベリスク。どうも。あ、なんか、ちょっと、重要そうなやつがいるぞ。お前の前に他の人喋ろ。お前は？喋れたわ。うん。あ、どうも、それじゃ。なになに？誰と喋ってる？俺、後ろのやつと喋ってる？まあ、待てって、こんな小さな集落、なんて言った？ようこそ、よその人間が来るのは珍しいな。あ、どうも、それじゃ。まあ待てって、こんな小さな集落だからな、よそから人が来ることはあまりないし、こちらとしても別に来てもらう必要がないんだよ。わかるよな。特に理由もなく滞在するぐらいだったらさっさと出ていくことだな。
そんなこと言わんといてや、誰にも迷惑かけるつもりじゃない。つもりがどうこうの話じゃないんだよ。俺たちにかからない方がいいってことだ。え？うぜえ、くだらないこと言いやがって、覚悟しろや。怖い、やばいやばい。ちょっと待って、喧嘩したくない、喧嘩したくない。俺弱いもん。おとなしくします。すいません。で、前のあなたは？あなたは？よく見ない顔だな。ここは初めてか？名前は？あ、私はキンタンだ。あ、よろしく、俺はイアンだ。イアンってなんか聞いたことあんな。ああ、ここのことを教えてください。シェイディサンズは小さな集落だが自給自足でやっている。今抱えている問題はならず者とラッドスコロピオンの件だけだ。ああ、ならず者はいっぱいいるの？それなりだ。複数のグループに分かれている。食料が奪われている上に何人か撃たれることもある。連中を追い返すためにセスが自警団を組織した。セスってさっきのやつな。セスはどんな人だ？セスは非常に勇敢な戦士だ。ラッドスコルピオンの巣穴まで行って何匹か殺してくることもあるんだが、結局また湧いて出てくる。数が多すぎて彼一人じゃどうしようもない。ああ、そんな危ないの、非常にやばい。尾の針には毒があるし、動きは非常に素早い。アラデシュが何とか退治できないかと考えている。我こそはと思うならアラデシュにそのことを話してみるといい。ありがとう。おっちゃんは？おっちゃんも喋れるやん。ようこそよその人間が来るのは珍しいな。ああ、どうして？いいか、シェリーサンズじゃよそ者なんてお呼びじゃないんだよ。ハブだろうが、ハブね。ハブってありましたね。ハブってマッチね。ジャンクタウンだろうが、どこの出身だとしても関係ない。自分たちだけで、終わんなって、自分たちだけで何の問題もなくやってるんだからな。ああ、この前ハブの勝利に買わされた灌漑ポンプはぶっ壊れてたぞ。汚い取引しやがって。俺は関係ねえよ、その話には。まったくの誤解だ。私はそんな人間じゃない。そうか、分かったよ。そういうんだったら、まあ、トラブル起こすのはあった、あったもん。ハゲ。あんたは？ここの人みんな喋れるな。ちょ、この人は？あ、あっち側から行かない。あ、これあれか。同じ建物やけど、部屋別なんや、これ、向こう側と。なるほどね。閉鎖的やね。そういえば、なんで二人用ベッドが三つも。失礼しよう。どうも？あなたは？ようこそ。ああ。それじゃ、まあ待てって、まあもう一緒やお前。一緒おとなしくしてますから。同じセリフ喋りやがる。今ハゲつった？はい。これは？なんかあるぞ、ちっちゃい建物。これ何？トイレや。トイレだ。トイレがあった。で、こっち側にもね、なんかあんのよ。こっちこっち。多分こっち農場ちゃうからな。はい。あ、農場や。どうもどうも、結構広いね。あ、なんかいっぱいおるわ。お前らもあれやろ？モブやろ？元気？つって。あ、シェリーサーゼ、ようこそ、よそ者さん。あ、どうも。あ、どうも。あ、これ有名なあれじゃないですか。シェリーサンズといえばこの井戸ですよ、この井戸。これの CG 映像あるよな。あ、バラモンがいる。どうも。あ、どうもどうも。あ、女の人やね。まだまだ考え大きくしないと。君は？あ、喋れる。ここはどういうところなの？真の共同体ってやつだね。みんなで協力して分かち合っているよ。こんなところでどうやって生きていくんだい？江戸川乱歩みたいな聞き方してるよ。農場と灌漑設備があるし、ブラーミンも飼育しているよ。みんな自分できることを何かしらに役に立とうとしているんだ。ありがとう。あ、待って、ここの指導者はってあったよな、今。ちょっと。ここの指導者は？現在の指導者はアラデシュだね。経験豊かな彼こそがこの集落を導いてくれているよ。そうか。ありがとう。あ、うん、ありがとう。この時代はブラーミン。そう、ブラーミンなのよ。まあでも、綴りは一緒やけどね。あの、フォールアウト3とかでも一応英語の綴りは全部ブラーミンやからな。日本語版ではバラモンって言われてるけどね。あ、ブラーミンだ。ブラーミンか。で、この作物は取れんのかい？植物だ。これ取れんの？これ取れないね。 Use Repair 1-2L。 はい、下の方見てみる。いや、ちょっと次進みたい気持ちもあるけどな。はい、何もなし。まあ、これ全部くまなく見るのはもうフォールアウト脳やからな。取れたとしても窃盗。まあ、ここで盗むとさすがにやろうな。で、こっちになんかでっかい建物あって、それで終わりかな、とりあえず。失礼します。これは？
ああでもなんかあのタラあるぞ。あれはちょっと漁ってみよう。漁ってみよう。はい。ああるじゃん。ちょうだい。あロープもある。あざす。あざす。ロープってか今の何？これは同じ本か？偵察の手法と理念について書かれた。あだから一緒やな。これもじゃあ使おう。こうしてこうや。あざす。ロープ確保。いや、次の新作、このタイプがゲーム性に回帰してもいいのに。いや、どうやろう。でも、このやったらなんかスマホとかでもうまいことやってできそうな感じあるよな、こんなんやったらな。これ何？実用的な巻きコンロ。まあ、こんなもんしとこうか、シェイリーさんです。まあ、とりあえず、ここでやることは、強くなってから、まあ、わからん。多分、今俺勝てるかどうか分かれへんけど、ラッドスコルピオンを退治するクエストがあるっぽい。で、多分、その報酬になんかもらえたりとか、っていうのはあると思う。っていう感じかな。うん。まあでも一旦出ましょう。一旦出ましょう。一応セーブもしといてな。セーブして。一旦出ましょう。また来るわ。出ましょう。さあ、それでは、ボルト1号む、あ、あるわ、ちゃんと。あ、レイダーズってのもある。これどこにあんの？ああ、怖い怖い。行くな行くな。止まれ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 。行くな。止まりなさい。ここにレイダーがいるらしい。これレイダーシューター。で、シェイリーサンズボルト1号ね。ああ、カラさんこんばんは。ワンツーファンは歓喜。ああ、ボルト1号行きましょう。話を聞くとマップに配置されていく。なるほど。ありがたいね、それはね。さあ、早速ボルト1号です。俺ここ来たことある気がする。なんか、このぐらいまでは進めたような気がすんねんな。デザートエントランスや。砂漠の入り口。ああ、なるほど。ラッドスコ、え？死んでる？生きてないよな、お前。死んでるよな。え、どこから入んの？ああ、生きてるやん！生きてるやん！勝てるかな？こいつ強いのよ。え、待ってね、ちょ、武器変えよう。こいつ強えんだよ。いけるかな？バーン！ちょ、銃使っていくね。5ポイントのダメージ。バーン倒せろ倒せろバーン !3 発全部当たってる。なんかもうゴキブリみたいな、ちょっと気持ち悪い。4発え、4発で無理やった。無理やろ。めっちゃ食らった。毒に侵されたって。やば。うわー、5発5発も使うらしいですね。これ多分リロードもしとかなあかんから、これでいけるかな。弾薬12、12ね。オッケー、これリロードもしとかなあかんねん。うわー、で、なんか取れんのこれ。取れへんっぽいぞ。あ、取れる。これね、これ。これ、毒栓かなんかちゃうのこれ。ラッドスコルピオンテールだって。取れた。基本的なあれは一緒やね。その、他の作品とやっぱり。やっぱ見た目が、まあ、2D のこんなちょっと見下ろし視点にはなってるけど、内容としてはあんま変わらない感じでね。操作はだいぶ複雑やけど、入ろう。あ、待って、今ロープで入った？あ、違うか。はしごだ。あ、ここなんか書いてあるぞ。古い掘ったて小屋だ。かろうじて小屋の体を成している。ずっと以前に略奪をされたようだって。あー、で、またネズミがいますね。戦わなくていいなら、モテるアイテム、いや、モテるアイテムは結構モテんじゃない？これ多分あれやで。あの、全然。これが全部じゃないと思うよ。この上下にあると、あるはずやで。さすがに。伸びるはず。5個しかモテへんことはないの。見てて違和感ないほどにマンマホールはと。そうですね。まあ、ネズミちゃんはやるか。まあ、でもちょっと銃もったいないけど、まあ、でも最初は使っていこうか。よし。これ、先制攻撃をまず学びたいな。バーン。よし。でや。こいつとか撃てる？あ、取れた。よし。でも、当たってない。あなた外した。あ、倒した。次、お前や。バーン。倒した？倒した。左下のログをずっと見とかなあかんね。経験値75ポイントを得たと。こういうタイプの日本語訳作るのは小説訳、そうやな。でもそのファンが作ってくれたやろな、日本の。やっぱり後の作品でも結構、皮肉の効いたね、言葉とかがあるから。ちょっと待って。いやー、ちょっとなんかもったいない感じはあるよね。
使ってていいのかなっていう感じはあるよね実際ね。はい、一旦終わり。さあ、じゃあ中入るか。今流れている BGM が懐かしい。3やベガスでもフィールドで使われてたって。公式はやってくれない。さあ出ました、これがボルト。あ、なんかでっかいのいる。あれ何でっかいので、ここ、こいつ何、こいつ何、これがボルト1号やな。でっかいのいるよ。なんだあいつ。ああ、もう来た。こいつ何やって、こいつ豚やったっけ。何やこいつ。モールラット、あ、モールラットか。モールラット、うわ、いっぱいおるわ。一応モールラットがリーダーってことなんかな。てか他のやつもモールラットか。リメイクしてくれよマジで。一応ね、フォールアウトは公式がリメイクしないって言ってるからね。あ、倒した、なんとか倒した。強いんだよなこれも。こいつ何、なんか持ってんのこれ。何も持ってない。え、こいつら何なの、このこのネズミちゃんたちは何、どこにいるこれ。ケイブラット、洞窟ネズミか。あー、モールラットでかいね。剥製のイノシシかと思った。あ、シンジさんこんばんは。さて、敵が今こんなか。こうやったら一応ハイライトされるのか。敵がこの、あいつ撃ってみる。バーン、よし、先手必勝。さあ、ちょっと調べていこう。これはこのコンピューター壊れている。モニター作動していない。モニターだ。通気口。これはこれターミナルやな。壊れていて無価値。表示画面が壊れている。こっちはモニターだ。んー、どっちかな、ちょっと奥行ってみようか。え、てか後ろもおるやん。まあ、よし、とりあえず全員倒していこうか。なんか雰囲気怖い、ちょっと怖いね。さて、いや、100発弱中やん。以上、その当たったかどうかとか、この左下のここ見といてな。敵をぶちのめした。当たったかどうか、ここ見てたら分かる感じ。普通にやってても分かんない。あ、来た。まあ確かに変にリメイクしたらな、ファンにボコボコにされるとこあるかもな。いや、撃てるな、まだ。ちょっとあいつと。いやあ、あー、届かない。移動して撃てる？あー、行動ポイント足りない。ってことは、近づこうか。後ろ、取れる？あ、取れた。後ろ取れたぞ。これちょっと近接で殴れへんかな。近接で殴ってやりたい。後ろから。あ、いける。いやー、不意打ちや、不意打ち。よし。ちょっと慣れてきたぞ。字が細いから落ちた。そうやね。字がね、みんなからしても遠いやろ、字が。だから極力読むけど、ちょっと見にくいよな。これは？これ調べられへん、これ。あー、コンピュータ、コンピュータ。これは？これも壊れてるね。ってことはやっぱこっちか。あ、待って、ってか寝れへんかな。これベッドじゃないの？ベッドやんな。これ寝れへん、これ。ちょっと寝たい。かなり悪い状態にある。寝れへんのか。ちょっと寝たかったな。回復使うのがもったいないからね。米打つために画面、縦画面にしてるけど、まあ見えない。見えないな。一応俺も極力言うけど、まあ見えないわな。はい。で、こっちは？ここ行けんちゃうの？これなんか中入れへんな。これなんだ？あ、入れた。何した今。え？あ、ロープなしでエレベーターシャフト降りるのは容易ではない。壁だ、戸口だ。ロープ今。使った？エレベーターシャフト？あ、これ使えばいいのか？これ使う？効果がない。え、どうやって使うんやろ？ロープなしでつってたよな。ロープどうやって使うんだ？あ、装備すんのかな。この BGM のクリエイターがいてたけど、わざと不気味にしたってブログに書いてあった。あー、金丹先生の正確な音読がスマホ勢には希望ですからの。これさ、ロープどうやって使うんやろ。これ装備すんのか。あー、なるほど。あ、どっかに結びつける。なるほどな。装備して、あ、来たんちゃう。あれ違う。ああ。ロープなし。ロープあるよ。ロープあるよ。なんか、なんかどっか当てられる場所ないか。あ、いけたんちゃう。あ、いけた。
うまい具合にエレベーターシャフトにロープを投げた。ああ、なるほど。ナイス。いけたっぽい。で、装備を忘れずに。しといて。いけましたね。頭回転のかわいい。はい。で、これ入れる？どうやって入るの？どこを押すんだ？これいいのか？移動システムがよくわからないんだ。どうやってあれするんやろ？こうか？あ、これでいいのかな？あー、いけたいけた。はい、で、なんか来た。あー、なんだ？今度はなんだ？お前なんだ？ピッグラットや。皆さん覚えてますか？ピッグラット。うわ、ネズミだらけ。ピッグラットあの動物解説でしたよね。小さな動物図鑑かな？バー！一発では死なない。2発。2発か。10ミリ2発か。また来たね。だ。HP14 やばいな。そろそろスティム使うと。あ、一撃。クリティカル？あ、クリティカルや。11ポイントやって。いやー、ちょっと弾もったいないけど、これちょっと、先手必勝で全部殺していかんと、これ。先制攻撃されるとまずいね。ちょっと近づいて、お前だ。あ？あ、倒した。あー、でも経験値手に入ってますけど、レベルは上がってないの？まだレベル上がってない。経験値どこにあるんやろ？うん、これか。次のレベルまで1000で、今700か。なるほど。ちょっとタバコだけつけてしもて。あと300ね。ああ、ショットガンなら液体金属人間からも逃れられる。ターミネーターな。この辺のダメージのブレやすさが昔の PCRPG 的。多分11ダメージって出てんのはクリティカルヒットちゃうかな、多分。さあ、で次敵どこいる？いっぱいおるな。どこ調べりゃいいんやろな。まずでもちょっと全部倒していくか。届くかな。あー、ダメだ。このぐらいがどうだ。行動ポイント足りずか。よし、倒した。あ、待って、こいつらなんか持ってたんかな。こいつらなんか持ってた。君ら持ってないね。なんかいい近接武器。そうやな。でも近接命中率がめちゃめちゃ低いからダメなんですよ、あれ。なんかすんごいダメージだけ食らっていってまうから、レッドは使えないな。ダメージばっか食らうの、あれ使うと。なんだろう、近接武器のあの命中率の低さは何なんだろうね。あ、やばい、バレた。あ、近くに、こんなところに。やばい、あと10や。ちょっとスティム使っとかなあかんね。こんばんは、初見です。あ、リーゼマさん、こんばんは。近接当たらんよな。モニターだ。このテーブルはひどく。この辺全部ダメやね。え、ってことは、またこれ下降りていくんちゃう。あー、まずちょっと撃てそうなとこ行っとこうか。いやー、当たらなかった。もう一発いけ。よし。あー、当たったけどやれてない。ってことは、これ近接行こっか。ちょっと弾もったいないね。いやあ、射程外。どこまで近づくね。こうか。こうか。これでいいんか。よし。丸太を武器にしよう。そろそろちょっとスティム使うか。一旦終わって。スティムを。今 HP が10で。どのぐらい回復する？ 26。あー、16ポイントぐらい回復してくれるのか。多分これもスキルによんやろな。多分メディックスキル高かったらもっと回復してくれみたいな、多分そういうことやろね。で、敵はどこいる？あー、この辺特に。でも、あ、でもなんかこのロッカーとかなんかありそうやな。ちょっと行ってみるか。まずあのネズミ処理やな。まや、いや、よく当たる。よく当たるね。あ、待って、おる。あー、やばい、さっきこれだ。あ、あいつ移動しただけや。敵にも多分 AP があるから、今あの距離からここまで近づいてくるために、敵は AP 消費しきったんや。スキルか割合かな。外した。あ、でもまだいける。あー、弾切れ。出た。で、このインベントリ開いただけで、ほら、
4減ったやろ。インベントリ開くだけで4減ねん。玉切れだ。よし。で、2発目。外した。あー、ダメだ。一発もらうね。何ダメージお前。3ダメージか。まだそこまで痛くないけど、でも、重なると痛いな。で、ついでにできればあいつをやりたい。ついでにできれば君をやりたい。当たった。当たったね。よし。数が多いね、本当にね。容赦ないよな、この数。容赦ない数よな。そう、インベントリーで減るとかちょっとひどいやろ。お前は、よし、当たったか。当たった。よし。で、これロッカーや。これ調べれそう。これ調べれそうなのよ。あ、来た。なんかない？あ、ロープや。ありがとう。これ何？あ、アーマーや。ついに装備品来ました。防具。ついに装備品来た。これ何？これ調べよう。重い黒革のジャケットって。これもっとちゃんと調べられるのかな？あー。ヒットポイント23。アーマークラス10やが。これ装備すると18。8上がった。防御力が上がった。やっと来ましたね。あ、見た目も変わった。すげえ。ってことは、ボルトスーツは別にないんだ。これ、こうすると、あ、ボルトスーツは一応装備扱いじゃないんだ。じゃあ、いい装備が欲しいね。いい装備が欲しい。なるほど。他調べれる場所ないかな。このさ、この奥のこの角ってなんかないの？あ、これトイレか。なるほどね。ケンシロウっぽくなった。確かに。確かにちょっとケンシロウっぽくはなった。北斗の剣っぽくはなった。あー、やばい。バレた。いやぁ。世紀末足。あ、しかも死んでない。倒せるときと倒せんときがあんねんな、これな。ダメージ与えても。で、まだおんねん。まだおる。どこや。あそこが2匹。いや、でもあれはやる必要ないやろ。やめとこう。無理に倒す必要はない。これはパイプ。コンピューター壊れている。ミネルターミナルとかないのかな。これは壊れている。敵はどこ。あの向こう側か。これはなんだ。ここは居住区画だ。大対戦以前から、あ、これ下降りれんちゃう。まずあっち、待って、あそこ死体あるんちゃうか。あれ、これ死体じゃない。死体じゃない。ちょっと前か。あー、戦闘ライター。そんなところに。いや、元ネタ的にはマッドマックスのマックス。ヒャッハーやな。さあ、いつもどこ。よし。いや、弾大丈夫かこれ。あー、でもまた余裕はある。でもどっかで弾かわんところほんまにやばいな。てかこれ、耐久値とかないのか。そもそも。耐久値じゃないの。耐久値はなさそうやね。あ、でも、一応必要ストレングスとかあるっぽい。これストレングス3で装備できるけど、多分物によんねやろな。弾がそろそろまずい。あと1匹向こうにおんな。さっきちょっとやっとくか。来た。いやあ、よし。いや、そろそろレベル上がってもいいんちゃう。あと25。あと1匹でレベル上がる。ちょっとレベルあいつで上げようか。1匹残ってるやつ。どこった？向こうか。あ、待って、その前にちょっとこれ、これなんか調べれんちゃうの？これ、ほら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 。ね、これ。え、なんか取った今。あ、なんか今取らなかった今。ん？なんか今取らなかった？あ、取ってる取ってる。これ何？フルメタルジャケット弾。223口径。あ、待って。223口径って、あれちゃうの。俺今さ、ブレードランナーの、てか、全部のイースターエッグの解説作ってんねんけど、223口径って、確かザットガンのあれよな。あ、ザットガンじゃなかったっけ。あ、違う、223か。前は。この辺なんか調べれるものを調べたい。まあ、いや、レベル上がった。ザットガンやんな。ニューベガスのザットガンか。持ってる武器もマックス。こんばんは。サザンカさんこんばんは。5.56mm、5.56m16 とか。へえ。
でレベル上がった。あ、スキルポイント15やって。なるほどね。で選んだやつをプラスとかマイナスすんのか。いやー、スモールガン上げたい。スモールガン上げたいけど、まずスペシャルは上げれないの？うわ、スペシャルは上げれないっぽい。スキルだけか。ヒットポイントはマックス32。なんかしらが毒食らってる。毒って書いてる。なんで？毒いつなおのこれ。毒もらってんねんけど、いつの間にか。ほほえみで B。さあ、どうしようかな。こういうのあんな。実践に役立つ野外活動知識、自給自足の生活をする能力、動植物の知識。サソリにもらった毒まだもらってんの俺。一生毒もらってるやん。治らへんの。なるほどね。スピーチ。でもね、スピーチも上げていきたいねんけどな。いや、外でな、毒もらったん覚えてんねんけど、未だに続いてると思ってなかった。まだ毒ってんのかいって感じ。ドクター。いやー、お金の稼ぎ方とかも調べていかなきゃねんけどな。血清がないと。あ、そうか。そもそもか。自然回復せへんの。とりあえず、スモールガンガンガンいっちゃっていいもん。ちょっと今何も考えず。後で多分需要は出てくるはずやから。オッケー。スモールガン上げた。毒性を医者に渡して解毒剤もらん、治らへんの？じゃ、だいぶ頑張らなあかんやん。自浄作用ないんだ。やば。いや、待って、俺 HP 減っていってんの今。減っていってない？減っていってはないよな。動いてもな。毒の説明をしてほしいな。毒に侵される、治療するか自然に体から抜けるかしなければ、中やる毒のダメージを受ける。自然に抜けるらしいよ。すごいええやな、これ。これ、ステータス低下なんだ。でも、どんな効果か書いてないな。ダメージは今んとこ受けてないっぽいけどな。これ、ここね、ここ見てね。みんな多分見えへんけど。ここに HP25 って書いてあるの。これが減ってないから、大丈夫っぽいねんけどな。まあいいや。これいける？ほいで。いけた？あ、ロープ持ってるわ。だから、ロープ使おう。こうして、こうしてやな。ロープを持って、ここだ。よし。いや、いけるかな、降りよう。日本語、モッドが日本語版あったと言われても納得するべき。ほんまそうやんな。うわぁ、なんか出てきたぞ。何これ。いや、また大量におんな。どんだけおんの。でもこれ最下層ぐらいちゃうのこれ。あ、ロッカー2つあるぞ。なんか来た。あの野郎。あ、待って。武器を切り替えて。ここで弾ほとんど使ってまうまであるな。あ、でも結構ダメージ上がってる。7ポイントやって。ダメージ結構上がってる。敵の場所を確認するのが大変。見えない。ここにもおるな。撃てないか。来たね。投げ爆弾欲しい。投げ爆弾あんのかな。さあ、どこ調べるかやな。ちょっとまずロッカーあさりだけど、でっかいのがあんねん、ここ。見てこれ。あ、行っちゃった。ちょっと待って。行くな、行くな。勝手に行くな、勝手に行くな。でっかいケツ見えてる、ほら、これ。こいつ、最初おったやつやんな、あれ。硬い訳し方じゃなくて、そうやな。いい感じの。ほら、あ、一撃や。あ、あ？いや、一撃じゃないけど、結構ダメージ入った。16ポイント。これで死ぬんじゃう。いやー、まだ無理か。もう一発。倒した。ノーダメで倒した。こいつはなんか取れるのか。まあいいや、ロッカーやね。ロッカー調べよう。なんかあるはず。おっと？ダイナマイト。ダイナマイトです。あざま、待って、グレネードもあるじゃん。グレネードもある。やば。どうやって使うんやろ。使い方がわかんない。リーダーモールだったかな。待って。これ10ミリサムマシンガンちゃうの ?10 ミリサムマシンガンや。来た。新しい武器。どんな感じで使うんやろ。でも10ミリサムマシンガンなんか使ったらあんた、一瞬で弾なくなるよ。来ましたね。10ミリサムマシンがありましたね。ちょっと待ってね。ちょっと使ってみたい気持ちはあんねんけど。どうしようかな。いや、でも今、もったいないと思う。弾なくなんもん。一瞬で減るやろ、多分。あんなん使ったら。
それよりや、爆発物ってこれどうやって使うんやろ。こんなん普通に投げたら俺ダメージ受けんのか。大丈夫かな。ちょっと使ってみる。弾大事そうやな。でもまあ一回だけ使ってみるわ。ちょっと一回だけ使ってみよう。手榴弾の使い方がよくわかんないけどな。一回使ってみようか。よし、お前らだ、来い、答えろ。やあ、8ポイントのダメージやって。え、どのぐらい弾食うのこれ。どのぐらい弾食うかがわかんない。これ今装填どのぐらいされてんの。29。あ、1回で1発しか撃たへんねや。ダメージ量とかは書いてないよな。威力がどのぐらいかは書いてくれてないんだよね。ああ、行動ポイントないのね。ちゃんとリロードアクションあったな。さあ。ほう。あれあれ単発撃ちだぞ、これ。来た。威力そんな変わらん。てか、これ多分やけど、これ、スモールガンじゃないんじゃないかな。違うのかな。え、でも俺5ポイントやる、ダメージ。お？さっき5ポイントやったよな、ダメージな。あれ？ 8 ポイント？ちょっとダメージ量ちょっとちゃんと見よっか。え、11ポイント与えてんのか？あ、来た。クリティカルじゃなく、クリティカルじゃなく10ポイントか。やったら強いわ。で、弾の消費は？ 1 発ずつか。あ、じゃあこっちの方が強いわ。じゃあこっちの方が強い。うん。これでいこう。これでいく。あ、セミかフルか選択できんねや。あ、待って、できそう。これちゃう？バーストや。ちょ、バースト一回打ってみる？今弾何発？バースト一回打ってみようか。今26発でしょ。バースト一回打ってみよう。25ポイントのダメージやって。あ、待って。でもこれがあったらラッドスコルピオン倒せんじゃね？何発消費した今。10発やって。うわ、痛い。10発は痛い。10発は痛すぎる。10発は痛い。あかん。バースターダメ。バーストダメ。中止。リロード。あー、リロードアクションもここでできんねや。あー。これ、リロードって押して。あ、リロード今したんか。あー。10発撃ち何発外してんや。どうやろうな。待ってね。シングルにして、もう移動や。あいつ倒そう。でも単発の威力で言うと強い。十分十分。だってさっき8ポイントとかやったけど、10ポイントとか出れたんで、いける。他どこの方いで。そこおる。あー待って。いくら。この辺からと。あー来た。7ポイントのダメージ。あー、結構差があるっぽいな。単射が一番。さやな、単射が一番ではあるんだけど。てか待って、俺調べに来たよね。俺調べに来たんだよね。戦いに来たわけじゃないよね、別にね。でも上の方見たよな。ここなんもなくて、ここらへん、あ、これちゃう。なんか動いてるっぽいぞ、これ。これ動いてるの、これ。動いてないな。どこやろ、あれか。どこをどう調べんやろな。ちっちゃいのがおんねん。ちっちゃいのがおんねん。いやー、はい、ちっちゃいのドーン。ごめん。いや、命中率いいですね。この作品の NPC に背中を打たれるが、比喩じゃなくてそのまんまなの好き。なんとか弾を集めないと。弾どこにあんねやろな。今ほんま持ってる分とりあえず使ってるだけやからな。やばいよ。おうおう。長弾の音。そろそろですよ、これ。まあ一応敵倒してから調べるけどや。当たれ。うわ、車線がブロックされてるって。あいつからや。バレてない。バレてない。後ろ。ああ、行動ポイントね。行動ポイントいつも忘れるわ。あー来た。あー来た。痛い痛い。やめて。やめてよ。はい。
調べるもしていいかなあかんねんけど、これ作動していない、作動していない壁だ。作動なんかないのかな、なんかヒントはないのかな、なんかあれ怪しいような気がするんけど、これが怪しい気がするんけど、動いてないって言われるからね、動いてないって言われるとな。あ、なんかあるぞ、なんかあった、ロッカーがあった。これ何、これ44マグナム、44マグナム弾、弾やんな、44マグナム弾。はい、ありがとう。まあこれ売ることもできるからね。うわ、こんな細か、見えねえわこんな細かいの見えへんわ。壊れていると作動していないって何が違う、何が違うのな。まあでもどっちにしても見れへんってことやろ多分。あ、ネズミギャル、わお、この音が、この音がびっくりすんねん。よし、肝心のマグナ、まあ弾しかないですけどね今はね。リマス怒ったな。この距離で 91% は強いな。他なんかないか、壊れている壊れている壊れている、全部壊れてるんだよ、全部壊れてんの、見れるのがねえの。なんかあんのか、いやダメだな、とドットレベルの資格がありそう。いやでもそんな分かりにくくする、メインクエストっすよこれ、メインクエストの一番最初やで。待って、このこれは何なのこれ、動物の骨だ、岩石だ。あ、待って、分かった分かった分かったぞ。分かった、もう俺は分かったと思う。一応セーブしようか、セーブして、使い方が分かんないんだけどね、多分やで、多分やけど、これ壊すんじゃない、壊すやろ多分これで。そうじゃないの、多分そうよね、そのためにあったよね。え、でどうやってやんのど、ああ、お、いいよ、いけ。え、待って、タイマー1分、ちょっと待って、いやこれ使えよ、タイマーはすでにセットしているじゃなくて、セットしないで使えよ、セットしたいんやったら使えよセットしたなら使えよ、お前1分で自爆する気か、お前1分で自殺すんのか、お前、おい、これセットしたいんで使おうよね、えセットしてるよね、逃げないと、待って待って、どこに、俺今ここにセットしたの、ちゃんとセットした、今持ってない、今大丈夫、大丈夫、今持ってるんじゃないよね、持ってたよほら、うわYour life ends in the wasteland. どういうこと、どういうこと、説明して終わっちゃったよ、終わっちゃったよ、終わっちゃった自殺した今しちゃったよ。え、どうやって使うの、誰か知ってるこれ使い方何やった今の。いや大丈夫、直前にセーブしてた、直前直前、ほんまにやる前にセーブしてたけど、どうすんのこれ、知るか知るか言われてるやん。これを使う、セットして使えよ、どっかに置けよ。え、ここ、いやここか、これな、これ分かりやすい、ここかここやと思うよ俺、ここかここに爆弾セットするやと思うねんけど、捨てる、あ、捨てるってこと、あー待って、分かった、あ、なるほど、了解了解。ということはこれでタイムアップセットして、インベントリでこれをこうして、こうしてからこれを捨てんねん、あ、捨てたん、今、え、ほんまに捨てた殴られたんちゃうの今、セットってどういうこと、え、今なくならなかった、今大丈夫、ダイナマイトはロッドスコルピオンのクエストで使うの、ってことはグレネードか、え、本当にゲーム的にしてたんちゃう今なあ、北斗の剣の気分か知らんけどさ、自分やで、自分のことで、金丹だってこいつお前に言うてんねん、今捨てたんちゃうん、
絶対捨てたって今。捨てたって絶対今捨てたもん。捨てたよね。ダメだ、ロードだこれ。ダメだ。ってことはグレネードかな。大丈夫、直前ですからね。グレネードか、グレネードなのかな。だって捨てろ言うてん。いやほんまそれよ。じゃあグレネード試してみる。グレネードやったらいける。でもそもそもこれどうやって使うんだよ。近接でぶん殴る。あ、始まった。ここだ。投げれない。違うっぽい。じゃあ反対があっちか。なんか多分投げれるんじゃない。ここ行って、ここ行って、あ、待って、これや。ここはボルトの会議室だ。非常用品キャビネットと応募式場所は大量の今に。よーし、いけー。できへんのかい。できないっぽい。あ、ニック好きになりました。よかった、 GTV さんありがとう。近接でぶん殴る、これこれだよ、これどうすんだこれ。こっちじゃなかった、こっちや、これ。あー来た。あ、どうもどうも。あ、待って、これ使ったやばい、こいつにこれ使ったやばい。いやー、近接で殴る、これ撃ったあかんの。難しいな、ゲームシステムとの戦いだな。答えは分かったんだけどな。ゲームシステムとの戦いしてるな今。セットできるところに、でもなんかダイナマイトはラッドスコルピオンのクエストで使うっつってたから、使わない方がいいっぽいの。近接で殴るとかある、これを。殴れ殴れ、いいから殴れ。どうすんねやろな、調べちゃう。いや、でも自力で行きたいな。でも操作の話やからなこれ。スコップで掘る的な、スコップ探す。でもアイテム探す言うても、あ、待って、なんかあそこにあるな。これ取れんちゃうか、これ調べれそうちゃうか。あー、これは調べれない。ロープやネズミ倒し調べる。ネズミはでももう調べてるからな、何も持っとらんこいつらな。いやー、とりあえずネズミしばっか、とりあえずネズミしばこう。よしよしよし、当たらん、全然当たらん。やばい、2匹目が来たらこれぶち替えんと。さすがに2匹同時は自利品。よし、2匹同時は大変。もう17や、もうあんたもうだいぶ減った。しかもなんか移動した、なんか移動した。でも弾は節約せなあかんしな。よし、これで一応ほぼ全滅かな。でや、この奥とかなんかあんのか。お、部屋の角にネズミ台のトンネルがある。きっとここを掘ってボルトに入ってきたのだろう。ほう、マップや、マップ、マップ開いてどないする。マップ開い、これ何？はい。マップ開いてもな、クエストわかり、クエストわかりづらいね。操作が辛いっていうかわからない。あ、待って、なんかあるぞ。なんかある。これなんか調べんちゃうか？これなんかあるやん。ほら。え？なんか取った。10ミリ AP だ。10ミリだ。10ミリであった。10ミリであったんやけど、これどうやって、毒ダメージ受けた今。すんごい定期的に受けるみたい。忘れた頃に受ける。ってことは違うのか。じゃあ何もありませんでしたってこと？そんなことあるかな、こんなとこまで来て。シェディサンズ戻るしかないのかな。何もありませんでしたで帰んの俺。ちょっと補給できたね。マキゾウさんこんばんは。
何もできませんでしたで帰るんすか？そんなバカな。さっきのキャビネットが埋もれているでここでやることが終わるんです。え、ほんまに言ってるそれ？ってことはもう終わったの俺。爆弾で開けるとかそういうことはできない。終わっちゃった。ここは特定のエリアに近づくとここは崩れて終わっちゃったチップはないみたいなメッセージ経験値書いており、あ、そうなんや。なるほど。ちょっとログ見よう。なんかあったなさっき。ああ、ここはボルトの会議室だ。非常用品キャビネットとおぼしき場所は大量の岩に埋もれている。で終わりか。これで終わったんか。ログ今確認したけど言ってくれてもいいのに。なんか言ってほしいな。あー、これさ、俺このログをもっと分かりやすく見ることはできないのかな。なんかさっきあったよな、ピップとか。あー、なるほどね。なるほど、それ終わりなんや。あー、ステータス、オートマップ、いやー、ここ特に見れないな。ここで休めません。あ、休むこともできんやこれ。はあ、なるほど。こんなん一生さまようで、ほんまそれ。一生さまようよ、こんなん。クエストクリア的なの欲しい。そうやな、クリアさ。まあ、いいか。え、でも、じゃあもう終わったってことね。ここも進まない。じゃあ帰るわ、俺。ごめん、帰る。お疲れした。帰ります。あざました。帰らせていただきます。じゃあ、セイリーサンズ行って、セーブしてラッドスコロピオン行きたいな、ちょっと。なんか報酬ももらえそうやし、ちょっと、なあ、ちょっと攻略したいな、あれ。帰ろう。あ、ネズミ。油断したことのネズミ。この野郎。これよ。おもしたか。淡々と終わったね。あそこにいるぞ。あそこにもいるな、あいつ。あの野郎。いやあ、もう一発無理か。まだ殴れまい。ピューン言うて。いやもうそろそろ弾やばいんちゃうの。まだあるか。いやでもあと21発や。バースト2回分しかあらへんもん。どうしよう。ランダムイベントで犬に囲まれて死ぬとかあるからセーブ。ランダムイベントで犬に囲まれて死ぬの。そんなことある？ひどいな、そのランダムイベントは。帰ろう。ああ、初代フォールアウトの年代を考えると、やっとネットが出始めた頃と。ああ、これラッドスコルピオンやな。女も一体シェディさん、帰るか。シェさん。帰ろう。でもこれ途中でなんか出会ったりするからね。ほらほらほら、これ何？何が起こった？なんか敵が、ああ、終わった。終了だ。これは終わった。これがあるんだよ。こんなん無理やん。どうしようもないよ。一応最後のあがき見せる？最後のあがき見せる？お前、手加減しよう。俺のバーストくれ。ああ、あ、一応バーストやったら倒せるぞ。お前も。あ、行動ポイントが足りない。なんてこった。ならば、スティムだ。バースト射撃なら倒せるぞ。バースト射撃なら、やれるかもしれないぞ。痛い。やめてください。うおぉ、舐め腐れがって。ちょっと待てよ。いや、でもバーストで倒せるならシングルで撃つ必要ないから、ちょっと距離稼ごう。うおぉ、逃げろ。痛い。ラーッ、勝った。経験値は？え、終わったんじゃないの？終わったよね？え、まだいんの？やべえな。はぁ、終わった。バースト強え。330、めっちゃもらった経験値。で、これも一応取れるやろ。やったー。勝ったぞ。いや、でも弾なくなったんじゃん。弾なくなったまであるぞ。あ、なくなったわ。やばい。もうあと21発しかない弾。バースト解除せな。やーべえ。いや、でもラッドスコルピオン倒せたってのはでかいな。ラッドスコルピオン倒せたのはでかい。これやべえな。いや、とりあえず帰ろう。とりあえず帰ろう。玉食い虫。玉食い虫だけど強い。こういう長期戦っていうか、その、ずっと戦いたくないやつに対してはいい。
めちゃめちゃな。ここで倒せるのすごいな。また来たんちゃん。え、なに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 なった、なんかあったの金丹、これ何なかった。岩石岩石岩石、どこを見ても岩石岩石だ。誰やねん、小峠か、岩石だ。小峠かっつって。これは調べれへん、これ。これはなんで止まったん、金丹ほいで。何もないよ、ここ。岩石だ。死体とか調べていいよ。死体あるか、見当たらんけどな。あ、横長。ほいで横長。何にもないよ。左下にログが。動物の、白骨の大きな山。あなたは全部動物の骨だと思う。サボテンだ。砂に埋まった車のタイヤ。水が見つかったため、脱水症で命を起こすことだけは避けることができた。水を探すのに5時間余計にかかった。あ、水を探してたんや。へぇ。なんて言うの？岩石だ。ちょっと面白い。なるほどね。なんか水の補給イベントみたいなのもあんねや。まあじゃあもう行こう。もう水なんか飲んでんと、金丹。早く帰って。シェリーサンズ。しょうもない。人生ゲームみたいなイベントやな、ほんまに。あー、やっと着いた。あー、なるほど。選べるんだ。まあ、ここやな。何回リロースに弾ないやろ、もう。ただいまー。で、ここで、なんかね、ピップでこれ選ぶと休めるっぽいね。あ、休んでる？休憩する。あ、休憩できるわ。休憩10分。HP は回復しない。6時間休憩したら？あ、回復した。明るくなった。あ、これでも一応 HP は回復できるっぽい。あ、だからそれで時間が経過しすぎるとクリアできんのか。なるほどね。あ、浜やん、こんばんは。弾の補給って言われてもな。なんかさっき、で、お前なんか取引できたよな。どうも？あん。あー、バタ、弾売ってます？売ってないよね。弾売ってほしいな。ちなみにこれっていくらぐらいで売れるの、これ。ゼロやって。あー、売れないのか。おー、これはこれ500ドルやって、やば。ダイナマイトたっけ。これは300。あー、1個150か。いや、次元爆弾たっか。まあ最悪弾とか売ればまあお金はできるけど、弾の補給打つたって10ミリ弾どこにあるかが分かんないんだよな。夜でもこの不用心な。ドルなの？いや、ドルやけどキャップっぽい。棒立ちで休憩草。見るからに手探りで思考中ってな感じ。そうやな。取引できる人おらんのかな。なんか、さっきのあんたさ、あんたとか取引できなかった？あんた、あなた。できるやん、ほら。あ、誰でもできんのかな？あ、売ってる10ミリ弾。あ、お前や、お前。お前からや、10ミリ弾。10ミリ弾補給して、ちょっと、スティムっていくらぐらいすんの？スティムいくらで売ってんの、あんた。なあ、200って。1個100か。いや、500キャッパー売りたくなるね。でも、ラッドスコルビオンのクエストで使うらしいから。あ、医者もか。あ、ミリタリープライベートさん、こんばんは。ちょっと待ってね。10ミリ弾はちなみにいくら？あ、24発で75ドル。いや、これは何としても欲しい。これは何としても欲しい。これちょっと全部やわ。全部やわ。225とりあえず用意しよう。225やから、端数は持ってるキャップで何とかするとして、あ、キャップは持ってないのか？あれ、俺さっきキャップもらんかったっけ？まあいいか。ちなみに10ミリピストルはいくらぐらいな？259。あー、259か。取引は話しかけてメニュー出るなら大体誰でもできんねや。なるほどね。じゃあ、いちいち多分聞いた方がいいね。それぞれ見たときに。なあ。ぬかコーラ3から。どうやろ、ぬかコーラいつからなんやろ。コンパニオン候補がいる。レモンティーさん、こんばんは。10ミリピストル撃っちゃっていいかな。これ CND の概念ないのかな。もしあの10ミリサブマシンガンが耐久度が言ったら無限ならば、別にもう撃ってしまっていいと思うの。もしかしてこの時はぬかコーラ。でもぬかコーラあれやろ、これだってキャップやろ、これ。キャップ後でええわって。あ、そう、キャップ後でええわ言ってた。
故障とかどうだっけ、日本語できるよこれ。一応ね、日本語化してます、日本語化してます。あー、いやー、ちょっともったいない。どうせやったら、でもそれやったら弾、いやでも弾ももったいないよな。これちなみに売れんのこれ、これちなみにいくら、安っ安っ。これは44は、あー、弾は安いな。でも弾は売らん方がいいね、弾は売らない方がいい。あれ動かせなくなったぞ、あれ、あー、びっくりした、これな、はい、止まったんかと思ったわ。あ、そっか、リペアのパークあるんやったら耐久度あるわな。あ、それ何のキャップってなかったってことね。なるほどなるほど、そうやな、確かに。いやー、しゃーない、フラグ売るか、フラグ売るか、フラグ売るか。サルサパリラもまだちゃう多分。いや、フラグ売ろう、フラグ売るわ。まあ、どっか手にあるやろ。2個で300やろ、2個300に対してのキャップ全部もらおう。もうそれでいいわ。それでいい、それでいい、 OK。 よっしゃ、これ弾だいぶ戻ったぞ。あ、待って、私に力を貸してくれないか、あなたの経験が役に立つと思えって。え、手伝ってくれんの君。え、その前にちょっといろいろ聞けるぞ。ハブジャンクタウンへはどう行けばいいか教えてくれ。これ多分マップにマーカーが出る。ハブはシェリーサンズのずっと南にある一大交易地点、町の運営を行っているのは3つのキャラバングループ、ウォーターマメーマーチャント、あ、水商人な、はい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 、ちょ、一応全部読むわ、ウォーターマーチャント、水商人と、クリムゾンキャラバンと、クリムゾンキャラバン出てきたぞ、みんな。キャスさんのとこやん。え、そうそう、キャスさんがもともと働いてたとこや、クリムゾンキャラバン。クリムゾンキャラバンと、水商売人と、トレーダーズか。トレーダーズ。ジャンクタウンはそれより手前、やや西の寄りの場所にある。ハブより小さな町だが、立ち寄って一杯やるのにちょうどいいことは変わりない。町を監督しているのは、キリアン・ダークウォーターってやつだ。商店主であり、保安官であり、そして町長でもある。そう、キャスのお父さんの時代。あ、そういえばそんな話あったら、キャシリーの話、フォールアウト2でなんやとか前言ってたな、誰か。そういえばな。言ってるやつら。で、これで多分マップにアンロックされたから、私に力を貸してくれないか？ふむ、魅力的な申し出だ。ここにいるのも退屈になってきたからな。条件はそうだな。世間様の相場通りでいい。100キャップ。それで手を打とう。100キャップか。いやー、100キャップか。100キャップですか。持ってないですね。100キャップ、まずこれを用意せなあかんもんな。あー。まあ、いいか。今は、でもこいつあれや。こいつ、あれだ。こいつコンパニオンにできる。ちょっとそれは希望だな。100なら安いよ。今持ってないだけでな。安い安い。え、どうしよう。え、ちょ、それやったらさ。え、キャップ持ってたよね。ちょっとあの、発煙筒かなんかあれ、1本打ったら多分、100キャップぐらいになるんちゃうか。ちょっと100キャップ作ろっか。ねえ。あいつも連れていきゃ。完璧やろ。35やろ。これで全てにして35。これでオファー。オーケーオーケーオーケー。ファンとしては嬉しい名前が続々。そやな、こんなんなかなか今見れへんもんな。敵に倒されたら回収できるんじゃね。あ、なるほどな。まあまあ、こいつちょっと君の名前をまずちゃんと聞かないといけないよな。君なんて名前なんだよ、君。名前出てないの？イアンか。イアン、ちょっとじゃあ、ついてきてよ、100キャップ。え、なんで？ 100 キャップ持ってんじゃん、俺。あれ？あれ、俺100キャップ持ってない？ 98 キャップや。あー、ってことは、まず、君に対して、2キャップ作ればいいんや。2キャップ。これ、いや、これちょっと高いな。なんかどうでもいい玉。これは？これ1個でいくら？
いや、もっと少なくていいよ。なんで20分、なんでそのカートン単位で渡すの ?1 だよ。あれ?これあれか。1ダースみたいな扱いか。なるほど。ってことは、なんか安くは難しい。これ一発とか無理な。うわ、ダメだわ。もったいないことなんだ、じゃあ。これは?高、ロックピック高、150もする。でもキャップなんかどっかで拾えたりせえへんやろしな。いや、スティームもないんだよな。あ、やったら、あ、待ってっていうか、お前キャップ持ってねえじゃん。ダメだ。さよなら。こいつキャップ持ってねえわ。ダメだ。待って。ならだよ。なら、あ、まあ、とりあえず、ちょっとね、スティームパックを買うついでに、ちょっとさっきの名前がどうしても思い出せないんですけど、あのお医者さんからスティームパック買って、で、あまりをキャップに、そう。だからスティームまず1個買わせていただいて、うん。で、こっちからなんか出して、もう、これ全部持ってけ、もう。すべてや。ドン。100か。これダメだね。これちょっとダメだね。これはちょっとダメだわ。これは ?125、そう。125とかにして、ここを、17かな。17にして、120。これで、素晴らしい取引や。OK。これでスティングパックの補給もできたし、100キャップも手に入った。よし。じゃあ、ある程度の塊で一塊ね。イアンさんを連れて行こう。早速や。あんまり思い入れないからすぐしないでも全然いい。やった。肉壁ゲット。イエーイ。100キャップ。乗った。行こう。戦いの日々に戻るのも悪くない。完了。やった!ついてきてくれんの?あ、ついてきる。やった!早速コンパニオンや。君なんか、ああ、なんか用かな、キンタン。もう帰っていいぞ。使い慣れている武器は?ピストルなら何でもござれだ。腕には自信がある。サブマシンガンも使えるし、ナイフの扱いも習得している。ああ、作戦当時の作戦なんだが、ああ、なるほど。あー、どうしようかな。でも、近接戦メインとかにしたら、普通にすぐ死にそうやもんな。あー、一番いい武器を使用してくれ。うん。とりあえず、そんなところ。隊列を変更したい。近くにいてくれ。頼む、近くにいてくれ、お前は。お前、近くにいてくれ。それだけは頼む。テルミーアバウト?あー、ちゃうわ。テルミーアバウト。うん、仲良しか ?Sorry, no kill. わからん。何言ってるかわからん。武器の変更とかできんの?バーターって何?これ普通に取引か。勝手に使ってくれんのかな?装備を変更とかはできないのか?この時代の AI 大丈夫なのか?ピストルとか渡さなくてもいいのかな?まあ、戦闘になったらわかるか。コンパニオンはデフォ武器は無制限。どうなんやろ?わかんない。まあいいや。よし。じゃあ、HP もマックスなんで、あ、待ってこれ。キャラクターとかで見れへん。無理か。あいつのステータスが見たいねんけどな。どうやって見るんだろう。これか?これは?見たところ無傷。これは?あ、見れた。こいつ、あ、ちゃう、これ俺のか。これ俺のやわ。これはスキル表。違うな。初代の頃からコンパニオンのシステムがあったっぽいね。初期捨て頃やったらあれやな。普通にフレンドリーファイアしそうな思い出。え、そうなん?フレンドリーファイアすんのこれ。装備や弾は渡さんとダメ。どうやって渡すの?え、バーターでもしかして渡すの?え、てかこれちょうだい?これちょうだい?全部。っていうか。あれでもなんか安いぞ。ちょっと安いぞ、お前。仲間になるとちょっと安いのか?あー、ちょっと安いな。これちょっとこいつコンパニオンにしてから買った方が安いな。これは?なんかちょっと安いな、おい。ちょっと安いぞ。あ、仲間とは消費なしで持ち物の受け渡し、どうやってやんのやろ。これやとでもお金払ったり。あ?ちょうだい。
お金払わなあかんぽいよ。お金払わなあかんぽいですけど。こうじゃなくて普通に。待てよ。ってことは俺10ミリ弾こいつにも渡さなあかんのか。こいつ今10ミリ持ってるから、10ミリ弾一応こいつにも渡しとかなあかんのか。じゃあ戦ってもらおうとしたら。踏み倒せない。踏み倒したよな。てか最悪別にこいつ撃ったったんやんな。な、全部手に入るもんな。まあ、とりあえずちょっと戦わしてみよう。戦わしてみて、もし素手で戦ってたら、ちょっとそれはおいおい、待て待てということで、その時に考えよう。素手で戦い出したらちょっと考えよう。バーターじゃない。バーターか、やっぱり。ちょっとセーブしとこう。ここでセーブしといて、で、もう一個セーブしとこう。万が一、イランが死んだ時のためにな。さあ、では、ちょっとあなた、ラッドスコルビアの洞窟まで連れて行ってくれ。洞窟までの道順を教えてほしいのか。私はいけないが、道を教えられる。はい。もう来たの？待って、話が違う、もう来たの？もう来たらしいですけど。マジか、まあセーブしたし、まあ行ってみるか。大きい相当牛の骨がある。ユーズスティール。ユーズスティール？ユーズスティール？バーターユーズスティール？まあいいか。エリア強制移動行く。え、これを俺が全滅させたらクリアっていう、そういう流れですか？もしかして。もう全滅させたぞっつって、そう言ったらいいの？これさ、待って、ちょっと待って、ちょっと戻るわ、一回。お医者さんになんか、さっき話、ってここに戻んのかい？ここに戻んのかい？ちょっと待って、まず、お医者さんに話さっき聞いた方がよくない？スティールってどうやるんやろ？どうやるんやろな？ちょっとその操作がまだちょっと全然わかんないけど、ちょっとまずお医者さんに、俺、ラッドスコルピオン倒しに行くんやけど、なんかいるってさっき聞かんと、多分あかんと思う。待って。毒のサンプルを手に入れましたってもう言えるけど。見せてくれ。これだ。これなんとかなるぞ。無料サンプルだ。持っていきなさい。ラッドスコルピオンに刺された場合は、もちろんよく聞くだろうが、一般的な鉱毒血清や解毒剤としてもしっかり効果があるからな。ほう。なんかもらった？あ、なんかもらった。自家製解毒剤入りの瓶。入場の液体にラッドスコルビの肉片が浮かんでいる。え？もう解決したってこと？解決した。解決したっぽい。なるほど、もう毒栓持ってたらいいんだ、それで。毒栓というのは何か役に。あ、なるほど、これでなんか作ってもらえるってことか。だからこれで2個になったってことだろ？あー、なるほど。じゃあこれちょっと1個使っとこう、まず。おい、毒ってるか、ずっと。え、毒ってるよな。まず毒ってるかどうか確認せんと。ね、これ。あ、付与能力選ぶやって、なんかできた。他人のことを詳しく、これ今レベル上がったからやね。スコーピオン対じゃ別イベント。ユーズスティールオンコンパニオンズ。ユーズスティールオンコンパニオンズ。おめエイトマンさん、ありがとうな。ちょっと教えてくれようとしてわかんないけど、多分その片言ではわからないね。ごめんね。はい。他人のことを詳しく認識しやすくなる。アウェイなんたらがあると調べたときにより詳細な情報を得ることができる。え、いいやん。これは戦闘中相手よりも先に行動しやすくなる。この付与能力1レベルにつき2ポイントシークエンスが増加するからだ。ナイトビジョンがあると暗闇でもよく目が見えるようになる。この付加能力1レベルにつき 10% 周囲の暗さが全体的に改善される。うわー、どれも良さそうやな。ボルトボーイのイラストいいね。クイックポケッツ。身につけているものの整理整頓がうまい。この付与能力1ポイントにつき1ポイント戦闘中に装備画面を開くときに消費 P。 あー、なるほどね。スカウト。遠くまで見渡すことができる。ワールドマップの探索範囲が半径1スクエア広がる。対話の選択肢を増やす方法を心得ている。ただし話の内容を理解しているとは限らない。対話関連の判定に限り、この付与能力1ミリイントポイント相当の暴落。あー、こうやって時間制限。あるある。150日の時間制限かな。この他能力があれば、まさに、なんたら、覚えが早いとなる。1秒で 5% 有得金率増加することになる。これ取っとこうか。経験値取っとこうか。あ、でや。もう、スモールガンをとりあえず 100% まで上げといて、100% 無理なんか。
105% で、メレーエポンってこれ命中率も上がらへんのかな。治療スキル、スニーク、ロックピック、スティール、あ、そっか、だからこれタグスキルにしてるやつは、あ、 2% ずつ上がるんだ。なるほどね。今日は21時制限なし。うん、今日はちょっと長めにやります。多分10時ぐらいまで。中身にスティールスキルを使うことでその写真を管理できるってことね。あー、なるほど、スティールスキル、ちょっと後で見るわ。リペア、サイエンススキルの実地、あ、じゃあこれ、ん、電子機器の修理を行う。ちょっとリペア上げとこうか、わからないけど、どっかで使うと思う。完了。で、ユーズスティール、これか。え、これ、それはちょっとあ、今なんか渡したの俺。渡してあげることができるってことか。え、ちょっと待って、 いくつ渡したお前。あ、ワンカート分渡したんか。あー、まあいいや。今ね、一応渡せたっぽい。今これワンカートも渡せたっぽい。ででやで、イアンが今持ってんのが弾は、あれ、あれ、なんかわかんない。うん、多分やけど、今10ミリピストル装備したんやと思う。多分装備した。回収は？多分装備したんじゃないかな。これ気になってた。フォールアウトするならラストダンジョンのタレットをイジローに使えそうだけど。ユーズスキル。いや、ごめん、エイトマンさん、ごめんな、わからへんね。その片言では申し訳ない。わからない。I'm Japanese, sorry. Sorry. 片言 no. さあ、では一応準備もできたということで。あ、っていうか、アラデシュ大統領にさ、報告しようや。解毒剤作ったぞって、多分褒めてもらえんじゃん。5万キャップぐらいもらえん、多分。大統領？大統領ちゃうけど、まだ。おっさん？ Greetings. What may I help you with this fine day? いくつか質問しても、最近この辺りどうで、あ？なんもないのね。画面下にスキルなんたらがある？これか。え？これ？スキルレックス？これ？ん？あ、ああ、あ、待って。これ。ん？これでスティールでこうってこと？あ、これで渡すのね。ああ、了解了解了解。あー、これか。OKOK。だからこれで受け渡しこうやってできるってことね。じゃあ、とりあえず100キャップ全部あって。これ全部ちょうだい。ありがとう。え、盗んでるけど大丈夫？怒られへん。え？あ、怒ってない。え、じゃあもうお金いいやん。雇ってからお金返しまったやん、じゃあ。え、いいの？いやん、いいの、それで。いやんはそれでいいの。お金返してもうだけど俺。ええの、じゃあスティームちょうだいや。うん、全部ちょうだい。もちろん、当たり前に何言うてんのお前。これ返してや。全部返して。ありがとう。え、いや、怒ってない？あ、いや、怒ってないわ。いや、怒ってないんや。そうなんや。ありがとう。じゃあ、これでさよならっつったらもうお前、ただやな、マジで。ただで雇えるね。出ましたね、本当に。さすがフォールアウト出ましたね。スリスキルゼロでもこんなことできねえ、これすごいね。え、じゃあもう一回改めてセールするわ。大丈夫っぽかったから、まあまあ2個、最悪イアン死んだ時用に2個な、セーブしといて。完了。ありがたい、素晴らしいですね。盗んだって表示、いやでも一応コンパニオンやから大丈夫ってことやと思う。じゃなかったらもう今頃イアン売ってきてるから多分大丈夫。さあ、じゃあちょっと挑もうか。あー、洞窟まで連れてってくれ。はい、一瞬でワープ。ちょっと攻略しよう。で、ここ、いやー、イアン、うーわ、いるいるわ。これ全部倒したら OK ってことだな。でも多分全部は倒さなあかんから。
とイアン頑張ろっか。ちょっとこれバーストにして、これいかなあかんよ。これバレた、来たぞ、来たところでバースト、よし、オーケー、オーケーだよ、オーケーだよ、オーケーだよ、このぐらいいける、このぐらいいける、よし、イアンも撃てよな。え、イアンも撃ってくれるとしてシングルで撃ってみる。バーン、イアン撃て、イアンは、イアン撃って、バーン、あ、来た、イアン撃った、あ、いける、シングルでもやれるぞ。イアンのバカ、命は大切だからな。シングルでもやれる、イアンがいればシングルでも大丈夫、イアンがいればシングルでも大丈夫みたいです。いける気がしてきたな。えらい、弾あるやろ、まだまだある、全然ある、全然ある。これいけそうやな。でもボスです、ボススコルピオンみたいなの出てこられたら怖いな。あ、広い、どっち行けばいいんやろ、これなんか取れへん、これ音は同じっぽいな。あー、こっち行き止まり、何もないよな。あ、でもここいるぞ、嫌がったな、あいつ隠れやがって、やっちまうぞ、いやん、できるだけ近づいて、よし、2発撃って、イアン行け、お、イアンも2発撃てる、素晴らしい。死体どこやねん、あった、キャピタルサンアルビノサソリかもしれない。あー、だからこのこれがあれば解毒剤を作れるわけや。これをあのお医者さんに持っていったら解毒剤作ってくれるから、だからお金で買うっていうか、この素材を持っていけば作ってくれるってことね。いやんばか、ナイス、いやナイスだね、これ。ちょっと極力スニー、うーわ、エッグ入れる、であのこれ一発ずつやればいけるはず。極力後ろから近づいてバレない。ああ、来た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 、先手取れればワンタンキルできる、先手取れれば、今だ、いけ、よし、よし、いやいけ、いやいけって、さっきやられたか、しゃあないね。いやでもやれる、やれるぞ、俺にもやれるぞ、ララ。ただ作ってもらうと時間が減る。ああ、そうか、あんまり使、あんまりやりすぎたら確かに時間減るね。おお、いや、お前勝手に撃つな、勝手に撃つな、びっくりする、びっくりする。あ、今イヤのところに向かってる。よっしゃ。いや、ナイスコンビネーション、マジで。ナイスコンビネーション、イヤン、さすが。さすがイヤン。あれ？拾えない、所持重量に。うわ、マジか。ちょっとイヤン、じゃあ、ちゃうわ。イヤン、ちょっと持ってや。サソリの尻尾あげるわ。イヤン、ちょっとこれ持って。重たいんやわ。ありがとう。あ、新一郎さん、こんばんは。いやん、いやん。いやん、いやん。いやん、当てる、いやん、当てるね。いやん、まだ外してないからね。いやん、さすがよ。え、これ終わりやろ、だって。いけそうやぞ、いやん。いやん、やるぞ。ただ、いやん、勝手に撃つのやめろよ、もう怖いから。今だ。いけ。さあ、次、いやん。よし。もう一発、あ、ダメだ、やろう、ギリギリ、ギリギリセーフ、よし、他のやつはまだ気づいてないから、もう、あ、でも待って、車線の問題があるから、あ、撃っちゃったよ、いや、撃っちゃったよいや、撃っちゃった、待って、ちょっと一歩できるだけ近づいて、極力近づいて一発ど、よし、これ二発撃ってる、あ、足りない、なるほど、じゃあちょっと離れよう、いや、頑張れ、いや、頑張れ、よしよし、いいぞ、いや、いいぞ、こんなん焼酎つけようと思ったら何リットルいるんだろうか、いけそうぐらいが危険、確かに。いや、でもラッドスコルビオの尻尾売れへんからな、お金になればいいねんけどな。ちょ、イアン勝手に行くなって、お前、イアンやる気満々やん、お前、ほんま、イアンやる気満々、ええけど勝手にやる分には俺離れてる、いや、イアンやる気満々やん、
いや、もしかしたまなくなった？あ、あるよな。勝手に行くやん、自分。倒した？ナイスナイス。いや、しかし美味しい。経験値美味しいな。もうすぐレベル上がんちゃう。3900やって。あと2000ぐらいか。あいつ倒して終わりやろ？あっちゅう間ですぜ、これ。いや、イアン強いね。あ、近づく。気づかれた。おっと、外した。2発。ここで俺は離れる。イアン頼んだ。イアン任した。イアン任した。あ、よしよしよし。いや、分かってきたぞ。このゲームの戦闘が分かってきた。このゲームの戦闘が俺は分かってきた。さすが。え、倒したよ？もう終わったんちゃうん？終わったよな？全部倒したよ、もう。イアンバカ強い説。コンパニオンちゃんと戦力になるな、ほんまに。あ、でも、イアンあれやんな、多分弾なくなってるよね、君。イアン、ちょっと見してみ。イアン、ちょっとあんた見してみ、これ。ちょっと見してみ。見してみ。イアン、12発。あー、まあ、今のもう1回分ぐらい終わりか。ダイナマイトが必要。あー、ダイナマイトどうやって使うのよ、だから。ダイナマイトの使い方がわかんないんだよ。どっかでなんか出んのかな。普通に聞いてくれてもいいやで。普通に、ログ出れた？普通に聞いて、あ、待って。あ、あってほら。経験値500ポイント獲得した。街を襲っていたら、ドスコロピオンたちの根を立ったって。書いてある書いてある。なんか終わりや。大丈夫。もう自殺せんで。起動してイアンに持たせる。でも多分できるよな。今ログ出れた。クエスト完了。だからもう全部この被害者のちっちゃいここに出んねん。もっと広くしてくれてもいいのにな、下。全然見えん。帰ろう帰ろう。終わった終わった。いや、楽しい。普通に楽しいぞ。やり方分かってくると超楽しいぞ。なんかどんどんこのキャラクターも愛らしく見てきた。愛らしく見てきたぞ。そう、ログ目立たなさすぎ。お疲れした。イアンの体力とか見えへんのかな。見たところ負傷しているやって、ほら。イアンちゃんと薬とか使いや。スティム渡した使ってくれるかな。それかベッドで普通に寝たらあかんのかな。イアンちのベッドで寝たらあかん。よしよし、報告しよう。おいおい。街中感謝の念でいっぱいだよ。ラッドスクルビを倒してくれたら。いやいや、いいですいいです。ああ、この街について知りたい。洞窟まで連れて行ってくれ。またあそこに行きたいのか。奴らの脅威も過去のものだぞ。はい。あ、もう一回来れた。何度でも来れんねや。あ、でももう終わってるしな。え、これ敵のリスポーンとかってどうなんねやろな。どうなんやろ、敵のリスポーンは。復活すんのかな、また。帰ろう。ダバダバ走ってる。ダバダバ走ってるな、ほんま。ダバ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 走るよ。想像しい。ちなみに、金丹先生も毒。あ、そうや、俺毒。え、毒直したくない俺。毒直してる直してる。ちょっと、イアンの家でさ、寝たあかん？イアン家で寝ようや。これ。寝たあかんの？寝たあかんの？まあ、ええわ。イアン自分で寝や。そら、俺全部面倒見れんからな。寝るときは言うてくれたら寝てええから。な、勝手に死なんといてな。あ、待って、みんな反応勝ってんじゃん、ほら。元気とか。さっき忙しかった君もちょっと反応良くなったんじゃん、ほら。忙しいからおしゃべり、あ、そう。あ、そう。マジかよかった。ああ、ずいぶん落ち着きを取り戻しましたよ。ラズロは、ラッドスコルビオン毒の治療に取り組んでいます。そのおかげで生き残りと戦うことができそうです。ああ、ご褒美は？なあ、硬直したけど。お安いご用です。いいですもん。Junktown lies south of here, though there is certainly. お金は？ Things are much more settled. Certainly. あ、そう。そんなやったら自分あかんで、そんなもん。ええことしてもたお礼せんと、一国の大統領にもなろうという男が。そんなんでええんか。はい、終わりです。いやー、お疲れ様でした。面白かったね。こんばんは、ライブ初見です。いつも動画楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。なんか2の主人公が聖豪らしい。情報見えるパークで確認とかできない。あー、確かにさっきあったね。
みんなもっと感謝してくれていいんやで、会えてよかったよって。そうそう、そういうのをもっと言って、そういうのをもっと言うて。さっきのやつも反応変わったかな。イランの何が特に他にすごいか、照明なしでも命中度抜群。照明がやっぱ命中度に関係するのか。お前なんか反応変わった、君。お、あんた結局大して悪い人間でもなかったみたいだな、いい一日を。あ、反応変わってる。お、あんた結局大して悪いに兄弟かって。あ、この奥開いてるよ、ほら入れる。あんた結局、あんた結局ばっかやん。なんかないかな、こっちとか。いやー、じゃあもう一応セイディ・サンズ関連のクエストが一応終わったんちゃう、とりあえずは。感謝金丹心。途中からなんですけど、初代どんな感じ、面白いよ本当に。あのね、やっぱ操作関係はね、しっかり覚えないとダメですけど、ないね、しっかり覚えなあかんけど、世界観はしっかりつながってる。そのフォールアウト、ニューベガスでも関係することとか出てくるから、本当に面白い。やりやすい、やりやすい、全然、今のところ。あ、リテッシュさん、ナイスキャップです。ありがとうございます。次、ジャンクタウンか。いやー、ジャンクタウン行ってもいいんじゃない？ナイスキャップです、リテッシュさん。言えてないけど、リテッシュさん、ナイスキャップです。ヒットポイント、ちょっとだけ待機しようか。ちょっと待機しよう。6時間待機で、6時間待機で1しか、あーでもそうか、ちょっと待機しよう。いやでも時間制限怖いな、ほんまに。 OK、 まあ Steam も今のところは余裕あるし、まあまあなんとかなるでしょう。行きましょう。武器関係だけ見といてね。ジャンクタウンでもなんか買えるかもしれへんし、ただ探索がちょっとしたいのよね。生放送あまり見れないですが頑張ってください。ありがとうございます、頑張ります、リテッシュさん。ナイスキャだ、ごめんなさい。ここのやつら全員揺るぎなき力くらい、くらいたいらしいですね。よっしゃ、じゃあ出るぞ。いや、レッツラゴーや、ジャンクタウン。ジャンクタウンが南でしたよね、これ。レイダーズもいるな。デイダーもちょっとやりたいけど、ハブの場所もあるし。とりあえずジャンクタウン向かうか。あ、そっちなんや、ジャンクタウンって。うわ、頑張れ、頑張れ。遠いな、おい。えらい遠くまで行くな。そろそろスマホいつものに戻してきます。ジャンクタウンはギャンブルもできると。この途中の道怖いぞ、マップ広いな結構。あー、なんとか無事到着や、ジャンクタウン。うわ、結構広そう、ジャンクタウン。遠すぎ。はい、そいつはしまった方がいい。ジャンクタウンはフレンドリーな街なんだよ、今も、そしてここからもな。これ、ああ、私に命令するな、クソガキが。いや、そんなこと言ったらあかんやろ。もっと強なってから言わな、そういうことだな。何ですか、何をしまいって言いました？その武器だよ、アホ。アホは言い過ぎですね。キリアンも武器を取り上げたりはしないだろうが、ちゃんとホルスターに収めておいた方がお前の身のためだからな。ありえねえ、そんな雑魚のために銃を片付けるとかないから。誰、何様な、お前、ほんま。ボルト13から出たばっかのやつが、外で生きてきたやつに何言うてんのこれ。ああ、すまない、すいません。ああ、行儀するんだな。そういう法であり、俺がその法を執行するものなんだよ。武器をしまえ。自衛以外の理由で抜くんじゃないぞ。自分の身を守るためだったんなら、俺たちガードも不当にしてやる。ああ、お前を外の無法者に追い出す。死体にしてでもな。くだらない法だな、おい。なんなんこの言い方。ああ、わかった、あった。あんま自分をしつこい言わんといて、一言言えばいいからな。俺も理解してっからな。ちょっと喋ろっか。あ、そいつはしまった。おい、ジャンクだよ。お、うん、それじゃ。これがジャン、え、あ、銃抜いたから、え、ごめんなさい、ごめんなさい。違う。ちょっとやめてください、やめてください。おい、いっぱい来た。おい、いっぱい来た。やめてください。おい、やめろ、お前。罪を重ねるな。罪を重ねるな、いいやん。倒してもうた。いやもうやってまうか、もう全滅させるか、2人で。いた、めっちゃもらった、14ポイントもらった。いや、やったらもうバーストや、バーストやってまえ、もう やってまえ、もう いやもうやってまえ、もうちょっと隠れるわ、俺、ごめん。わお、はい、お疲れ様でございました。操作間違えたんですやん、操作間違えただけですやんか。さっきんとこよ、さっきんとこ。え、待って、俺これってもしかして、あれ、
あれ、イアン、もしかしてこれイアン、あれ、あ、これやらかし、やらかしてんじゃないこれもしかして俺感謝されてない、あー、あーらら、これ終わってないわ、あらあら、やらかしたわ。ちょっとこのぐらいにしときましょうか今日。じゃあごめん、ちょっと俺やらかしてるわ。あのラッドスコルピオンの洞窟終わらせてないっぽいんで、次回生放送するまでに終わらしとくわ。同じくだり何回もやってもしゃあないから。ちょ、イアンどうなってる今。イアン玉、せやんな。ああ、だから、いざし、だからスコーピオン出発するぞのところで終わっちゃってるんで、今日ここでもう終わるわ。で、次回そのスコーピオン終わらして、まだジャンクタウン行こう。な、次回ジャンクタウン編やん。それで行きましょう。仕方ない、これは。申し訳ない。というわけでもうここで今日は終わってきます。終了。ごめんね。先生さん、謝っちゃいました。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。申し訳ない。お疲れ様でございました、本当に。BGM どこ行きましたか？さあ、ちょっと最後話しますか。あの、もう配信自体は終了なので、それに特に興味がない方はもう、行っていただいて大丈夫です。ここまで見ていただいてありがとうございました。また次回もね、また告知しますので、よろしくお願いします。ちょっと BGM かけておきましょう。お疲れ様でございました。いやー、始める前に思ってたの100倍ぐらい面白かったですね、本当にね。なかなか良かった。なかなか良かったです。いや、おもろい、そうやな、面白いゲームですね。もうタブレットええわ。なかなか面白かったですね。お疲れ様でございました。これも閉じていいかな。これ閉じてこうすれば戻ってくるかな。はい、戻ってまいりました。オツでしたと。すぐ面白くなってきて安心しますな。面白くなってきてね、どんどんなんかキャラクターに愛着も出てくるし、最初のあの画面だけではどうしてもなんかどうなんやろっていう感じはあったけどね。そのコンパニオンのやらかしは割とみんなやるやつなので金銭でもらって、せやな、その慣れてないとね。てか俺が最初に武器を抜いたのが悪かった。操作間違えてあの戦闘モードに入ってしまったから、もうその時点でアウトやって。セーブロードは誠実で正直に岩なんて岩石だ名言でしたね。 BGM メトロ、そう、メトロの BGM がねすごいフォールアウトに使いやすいことに気づいた。これから解説で結構出てくると思う。グラフィックも悪くない。そうやね、グラフィックも悪くなかったね。一応録画切っとこうか。あの毎回皆さんもし覚えてたら、あの録画始めてって言ってあげて、金谷にね、フォールアウト1 の、 あのもしかしたら改めてね、あの実況動画として編集して出すかもしれないんで。このゲーム冗談が冗談で済まない。まあそうですね、あんまり猶予がなかったね。もう武器抜いた時点でアウトでしたね。次回どうしようかな。やれるなら早めにやりたいねんけどな。 Keep your weapon holster in junk town。 うんうん、なんやかんやあるけど3から分かりやすく、まあね、3から分かりやすくなってね。いや最後やっちまいましたよ。まあみんなも結構面白かったかな今回は。初めてっていうのもあるんでね、まあ次回以降どうなるかっていうのはちょっと分からないけどね。うん、なったやな、フォール。そや、3から面白くなりましたね。次回楽しみですと。うん、まあできるだけ早くね、早ければ明日にでもやりたいなと思ってるんですけど、まあ明日やるという約束はできません。はい。いや、動画も作らなあかんからね。明日まだ収録もするしな。次回の解説はですね、ちょっと期間空くと思うけれども、あれです。イースターエッグ。フォールアウトのイースターエッグの解説をします。イースターエッグって、まあ言ったらオマージュみたいなね。ブレードランナーであったりとかいろんな、オマージュ調べ上げて今台本作ってますので、そちらもよろしければ解説見ていただければと思います。西部劇か抜いたらダメとか、明日でいや、それ明日できるならそれはいいかもしれんけどね。ホルスターはボタンなんか押して やれたから追いつかんか。うん、抜いてる抜いてないの確定はどう見かける。あのなんか戦闘モードにするみたいなボタンがあるんで、もうそれやった時点でアウト。打たんでも武器抜いた時点でアウトってことですね。はい、じゃあ今日はこの部分で終わりましょうか。よろしければですね、メンバーシップじゃない、メンバーシップじゃない、まあメンバーシップも入ってほしいですけれども、何やったっけ、チャンネル登録じゃない、高評価言葉が出てこない、高評価よろしければね、押しておいていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。ワイルドウェストランドのイースターエッグイベントはやばいぞ、量が。いや、やばいよな。まだニューベガスは終えてないけどね。
はい、ということでございました。よろしければ、次回の生放送も来てください、平日真っ只中のね、生放送でございましたが、たくさん聞いていただいて嬉しかったです。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。